番組は占いポータルサイトクレッセントムーンとラジオ IKI レディオ用意の提供でお送りいたします。はいこんにちは龍健です。こんにちはマネキン猫です。はいこんにちはネネ。こんばんはじゃない。あこんばんはですね。こんばんは。じゃあですねいつも言ってみましょうか。うん。うん、えー、この番組はうん霊感占い師（括弧休業中で）でアーティストお仕事募集中のマネキン猫さんとうん <laughs> えー、映像の魔術師 噛んでるよかもしれない <laughs> 私竜賢が人間の文化歴史芸術について独特の視点で語り合う番組ですでですね、うん、本日もですね、うん、ツイキャスで生放送で収録しておりますニャオコさんニャオコさんこんにゃははこんにゃははあハートマークがついてるからハートっぽく言わなきゃだよね、うん、ハートもつけるもん、うん こんにゃはが、<ー>出た、出た、出た。ええー。じゃあですね。うん、ええー、最初のメール読みたいと思います。うん、ねえ、え私の余計なことしたから、みんなドン引きして減ったりとかしないかな。大丈夫ですよ。よ <laughs> <laughs> 理解のある。なんかね,ね、編集の時は、ちょっとエコーかけてね。エコーかけて。わかりましたうんうん、うん。ハートな感じで。はい。えー、そしたらですね、最初のメールがですね。にゃ太郎さんですね。にゃ太郎さん、ありがとうございます。 マネギネ先生龍ュ様こんにゃははこんにゃはは1 0回記念放送とっても充実して大変面白く配置をさせていただきましたおー嬉しいですなにゃははカフェのスタートでもあり初心に戻る池上ガミでの百回記念放送にもなりこれもご縁なのでしょうかうん皆様のおめでとうコメントも楽しくにゃははは皆様から愛されているんだなと感じました本当そうだったねこれも一重に マネキネコ先生龍拳様の人柄のおかげだと思いますいやみんなができてんだよねきっと <laughs> <laughs> 北王子ルサンチン様の味のあるコメント動画なかなかでございました <laughs> なかなかでしたよねうん、うん、あの人いつもあんな感じでね、うん、味があるんだよね本当ですようんピャンタロ様もとても可愛らしいコメント良かったです <laughs> また何気ない「5周年だから皆様にご縁のある」なんて発言はとても素晴らしい気の利いた表現です 頭の回転がとっても素晴らしいですくるん,るん。<laughs> 先生コメントは、えー、娘さん褒められてますようんねえびっくりびっくりびっくりしてます <laughs> だってほら普段知りすぎてるとさ何<ー>て言ったらいいんだろうみたいなね、うんうん、これからも末永くニャハーカフェが続きますようにそして新たなるニャハーカフェ伝説の始まりとなりますようお祈り申し上げます 前みたいに外からの配信やお散歩の回の時にちょっとした動画があったりすると楽しいなぁなんて思いましたほうほうほう動画ねめんどくさくて最近作ってないんですよね何言ってんのよ、うん、これからまめに作るようにしましょうか、うん、じゃあ次のメールを見たいと思います、うん、これはですねはんこさんあそうだピャン太郎に伝えとこうね後でここ通ったらいいんですけどねピャン太郎いやさっきさほらこれから収録するよって言っちゃったからさ<ー>また出さされると思って通らないかも 出るの嫌なんですかね。いや本当はさ出たいんだよね。だって時々わざとらしくさここら辺でゆっくり歩きたするもんね。うん、そうですかね。うん。じゃあですね。うん。次のメール読みたいと思います。うん。えー、これはですねハンコさんですね。ハンコさんありがとうございます。ありがとうございます。牛健 <laughs> さんマネキン猫さん,こん,ははんこ,こんにちはハンコです。こんにちはって書いてますけどこんにちはですねこれきっと。違うかもよ。えこんちちはなんですかね。こんちちはかもしんないよ。 え,ー、えじゃあ一緒に「乳栗まマンボを踊るとか <laughs> そういえば先生今日始まる前に、うん、ずっと「鬼太郎のお父さんのものまね」で出るとか言ってませんでしたっけえだってさカテゴリーかやめたんでしょあそうですかダシ、うん、<laughs> し惜しみ,、えー、読,み読みたいと思いますさ、うん、さんマネキネコさんこんにちはですね、うん、こんにちは 明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます本年もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますまあもう4月ですけどねいいじゃん、うん、そしてご結婚おめでとうございますありがとうございますあまりにもお二人がご結婚の話をさらっとおっしゃるので生放送中では聞き逃していて聞き直してびっくりしました <laughs> 初め聞いた時は夢だったかなもう一回聞いて確認しようと思ったほど夢のような嬉しいお話でしたそうなのか、うん、ニャハーカフェにはニートの時からお世話になっているので恩師のお二人のご結婚を心からお祝い申し上げます <laughs> ニートの時から、うん、お祝いする気持ちを伝えたく絵を描かせていただきましたおおありがとうございますありがとうございます少しでも気持ちが伝わりましたら幸いです うんと言ってですね。うん、絵を描いてきてくれたんですよ。嬉しいね、うん。これですね。お<ー>お<ー>、綺麗だね。ねあのー、なんか書いてあるよ。ない。は、T.S. と、Congratulations to you, b o お二人に心からお祝い申し上げますっていう意味ですね。うん、それでは末永くお幸せに。 ありがとうございます,、はい、いますそれじゃあですね、うん、次のメール読みたいと思います、うん、次がですね桃の木さんですね桃の木さんありがとうございます招き猫先生龍健さんこんにちはこんにちはそして明けましておめでとうございます明けましておめでとうございますもう四月ですけどね <laughs> いいじゃん <laughs> 天堂やってみました、うん、先日ストーカーのようにメールを出してしまった桃の木です なぜか私の iPhone では富士山以降のラジオが更新されず寂しく思っていたところ先ほど友人から更新されているよと聞かされびっくり2回も更新されているではないですかで聞き逃しました2回の放送を早速聞いてみましたところ古い話なのでよもや読まれるとは思っていなかった5通のストーカーメールまで読まれているではないですか <laughs> で <laughs> ちなみに第97回で読んでいただいた「憑依」ですが、うん、ご指摘の通り私はかなり憑依体質です、うん、おばの憑依は実は私の人生初の憑依ではありましたが、うん、その後新婚宗のお寺の住職様にいろいろと教えてかっこ鍛えていただき、うん、憑依や急に変なものを見ちゃったり等がないようにある程度コントロールできるようになりました、うん、おお素晴らしい私にも方法を教えてください行かかなななきゃのコントロールできないんですで,いんですかできないねダダ漏れ状態っつうの うんなんかクルボのの状態っていうの、えー、そうですか見える時はもう嫌というほど見えちゃうし見えない時は見えないみたいな続きます、うん、今は見ようと思わない限り見えたりしませんし憑依、うん、もされていません、うん、拾いやすい体質でもありますので、うん、時々抜いたりすることは必要ですが、うん、最近は感覚が鈍ったのか感じにくくなったような気もしていますうんかっこ「気のせいでしたら教えてくださいね」 でも見えない状態に慣れてきたってことなのかなうんでしょうね本名はこれんですけどうんこの人後ろの人が交代する時期なんだなきっとあ今がですかうん、うん、だからなんかすごいちょっと強めの人を後ろに置いといてくれてるみたいよ交代の時期がうまくいくように交代の時期が一番危ないって言いますもんねそうだからそ,れそこのとこのために交代用の、うん 守り人みたいな強い人をなんか置いといてくれてるっぽいから、うん、そのせいで見えないのかもしんないね分かんない<ー>か鈍くなった気がしてんのかもなるほど分かんないなまたいろいろ状況変わっていくかもしんない、うん、だからまた体調とかさ、うん、なんか状況が変わったとかでまたね、うん、あ別に鈍くなったんじゃないんだみたいな感じに戻っちゃうかもしんないし。うん 表ょい体質自体ももしかしたら卒業できる可能性もね、うん、あるかもしれないしあそうですね逆にそっちの方に行っちゃうかもしれない、うん、どんな人が後ろに交代についてくれるのかもあるし、うん、環境に変わっね慣れてって人も変わってくじゃない、うん、だから本人が変わって違ってくるかもしれないしにゃ、うん、太郎さんが「ハンコ様の絵素晴らしい」ですって,てねえ綺麗、うん、とっても和みますよねうん、うん、じゃ続きます 第98回性別についての会も楽しく拝聴いたしましたうんそんなのもやった気がしてきた、うん、いわゆる男性性女性性と言われるものですが、うん、私も招き猫先生と同様男性性がかなり強く女性性はどこへという感じですマネキハ招き猫先生のお話を聞きつつ、うん、そうなのよとひたすらうなずいてしまいました <laughs> 実際亡き夫は主婦 ふっていうのがでですね、うん、で私が大黒柱でしたしは<ー>幼い頃なぜ私にバツバツバツがついていないのかどうしても理解できませんでしたしああそう私もね、えー、思春期になった時にどうして私にはついてないんだろうと<え> <laughs> そうですかうん思ってすごい悩んだことがあるよ母は「お腹に忘れてきたあんたが悪い」と言って私からの追及を交わしてましたあそうだ私もきっと忘れてきたんだ <laughs> うんただ女性で男性性が強すぎると婦人科の疾患を抱えやすいということは聞いたことがありますこれ,、うん、これについてどう思われますかいや私でも毎月毎月ちゃんといたって順調に来てるし一回なんか子宮がんの疑いがあるから再検査しましょうとか言われた時はビビったけど、うん、別に問題なかったよ、うんうん、そうですか、うん、じゃあ都市伝説なんですかね どうなんだろうねホルモンの影響と関係あるのかな、うん、脳みその作りの問題だと思うんだけど、うん、生放送でマミコさんっていう方が「はじめましてこんにゃ母」ですって「はじめましてこんにゃ母はは」遼太、うん、だ,だけみたいな挨拶になっちゃった <laughs> 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 一応気持ちもこう思い込めたつもりだったんだけど <laughs> じゃ続きを見ます。うんまた 生まれてくる時のうっかりですが、うん、知り合いからちょっとしたエピソードを聞きましたのでお伝えします<う>あのうっかり生まれてきちゃうってあるんじゃないかみたいな話を性別についてかなんかっやりましたよねそれの話ですね、うん、私の友人 A さんは自分の子供にどうしてママのところに生まれてきたのとちょっとした好奇心で聞いてみたそうです、うん、するとその子はあのね、お空から降りてきたら僕の行くところに誰かが間違えて入ってきちゃったの だからねお隣にいたママのお腹に入ったのひでえ。と言ったそうです <laughs> え間違いと友人 A さんはかなりショックだったらしいのですが、うん、その子の性格がご夫婦や親族の誰にも似ていないので納得してもしまったそうですはあその子はとてもできた子かっこ A さん夫婦が喧嘩していると幼稚園児でありながら誰よりも冷静に諭そうとするほどすごいなのでやっぱりとも内心思い 今では本当にラッキーと思っているそうですそうだねなのでうっかりさんはいるんですねうん。私と A さんはその子たちと同い年の子供たち何人ぐらいが予定と違うお腹に入ってきちゃったのかが気になっています <laughs> こんなことあるんですねあるんだねそうですね、うん、よくあのー、子供は親を選んで生まれてくるってよく言われてましたけど、うん、それが間違っちゃって おとな隣のお腹ってちょっといや間違ったのは自分が入ろうとしたところでもうすでにいたんでしょ別の人が間違って入っちゃってたから自分は隣にいたっていういやだから生まれるを優先したんだよきっと。 あーなるほどなるほどなるほどそれちょっと引き返す人もいるかもしれない引き返す人もいるかもしれないけどあ、うん、なんかこの人いい人そうだしこっちでいいやみたいな感じなんじゃないのあ,あのなんていうのその親の元に生まれることが大事な人もいればその時期にその時に生まれることが大事っていうような人もいるみたいなそんな感じなんです、ね、そうなんじゃないだって出会うべき人を目指して生まれる時は同じ時代に生まれなきゃいけないとか、うん、自分の理想の設定があるじゃんなるほどなるほど 何々県に生まれたいとか、うん、な何か,かあったのかもね生まれることを優先するような、うん、じゃあその自分が入るお腹がもうすでに埋まってたから隣に入っちゃったらその隣に入る予定だった人もまた別のお腹とかっていうふうにどんどん間違いが連鎖していきそうですけどこの話で連鎖しないで隣の方に入ろうとしてた子がうっかり間違えたんじゃないの入れれれ替わったのかももしれない でも連載してたら面白いねそそれはそれはででもさ、うん、やっぱりさ、うん、先に入られちゃってたっていうのもご縁じゃないの、うん、いい子だからこのご夫婦にあげようみたいなご褒美だったのかもよ、うんうん、ああそうかもしれないでも物置さん最後に「うん、それではまたまた本当になかなかとち拙つな文を書いてしまいすみませんでした次回こそはなんとか逃さず生放送が聞けるよう頑張りますこれからも頑張ってください応援しています」 ありがとうございます聞いてるのかな聞いててくれたんですかね聞いてるかなじゃあここらでぶブツっと聞いてみようか何を言ってるんですかたぶ間に合えなくてキャーみたいな次のメールを見たいと思いますうん。これはですねうたぴーさんですねうたぴーさんありがとうございますメールを読みいただきありがとうにゃにょらにゃにょらうりは生まれ変わりのサイクルに入っているとのことうんなんかそんな気がしたまた猫にうんどうなんだろう それより身勝手ながら私は他界したら絶対ウリに再会したいのです、うん、会いたくて会いたくてウリが生まれ変わってしまうともうあの世で再会できないのかと今呆然自失しています <laughs> 何言ってんだってさい今生きてるうちに巡り会えるかもしれないじゃん、うん、あそうですかね生きてる者同士で生まれなんか巡り会えるかもしれないんだから、うん、そうです、ね、そういうのは期待しないのそうですねそれを期待しねえだってさ、ね 生まれ変わったからって自分からものすごい遠いところとは限らないんだし、うん、もし動物に生まれたら人間より寿命短いんだから大体亀、うん、にでもならなければさまた生まれ変わって出会えるかもしんないじゃんそうですね亀は長生きだからね分かんないけど、まう,ね、うんあれ、まあ、猫ってさ、うん、死んだらやっぱり猫なのかなうん前回ほら性別についての時に、うん 男性で生きていた人が死ぬと次に生まれ変わる時までは男性の例になるみたいなつまり猫で死んだら次に他の動物で生まれ変わる前までは一つ前に生きていた霊体になるい,いや霊体じゃなくて次に生まれ変わるのも猫なのかなあ,あ,あそれは限らないんじゃないですかだってだってさ<の>だってさ 原ドラえもんさんの番組とかでも「ええ、前世」って聞かれて人間ばっか答えてんじゃん、ええ、だから人間に生まれる人はずっと人間なのでもどっかの時点で動物から人間になってるっていうのもこの長い何万年の歴史の中にはあったんじゃないかなと思いますけどね、うん、人間から動物にはないっていうじゃないですかそうなのって聞きますけどねわかんないんですけどあるんですかねえでも 亡くなった方がのす代わりの姿なんじゃないかって思うような雲とかさ蛾とか見かける時あるじゃんハエとか、うん、あありますねあれは生まれ変わりじゃなくて乗っかってるだけどうなんですかよくあの死んだら雲で現れる人蝶で現れる人っていろいろいるらしいじゃないですかいる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 それで「うん、あああの人来てくれた」とか分かるの、うん でそういうのってなんとなく特徴的で、うん、なんとなく他のとは違って、うん、例えばなんかひときわ大きいとか、うん、なんだか光沢が違うとか、うん、何か特徴が違うの、うん、すぐ一目見てわかる感じなの、うん、私はずっと子どもの頃からそれは仏様の化身だよって教わってきてそうだと思い込んでたんだけど、うん、あれは憑依してるの、うん、だって生まれ変わって らそのままずっとその虫として生涯全うする感じになるわけですもんねうん何なんでしょうねあれは入るのかなでも入る前も例えばすごくちょっと違う光沢が違うとかは入る前も前は普通の例えば雲だったら普通の雲だったんですかね入ってなんか見た目が立派になったりするんですかねうん でもダニもさ血を吸うとさ10倍ぐらいに膨れ上がるって言うもんね <laughs> そうですかってことは<ー>中に入られた雲が一際大きくなるのかなああそうですかねだってなんか魂の重さって何十グラムとか言うじゃん、うん、難しいなですよねあれは何なんでしょうね聞いてみたいけどさ、うん、言葉を交わすって感じにはなったことないんだよね、うん、なんかこのなんとなくこう イメージみたいな感じで何かを伝えてこようとしてるのは分かって伝わってはくるんだけど、うん、こちらから言ったことに対して答えてくれる感じがあんまり感じられたことがないんでね、うん、聞いてみたいんだけど、うん、どうなってんのよどうなんですかねみたいな<ー>、うん、そのうんでも誰かほらこういうのに詳しい人がうん あれれこれこう言ってると思うかもしれないですよそうしたら、うん、この説この説って3つぐらいの有力な説にああぐらいにさかほらまとまるんじゃないですか何んん、うん、だろうから3つぐらいの可能性にまとまればなんとなく、うんうん、そうかじゃあそ,その中から、うん、なんとなくそれっぽいみたいなのをさらに選べばまたねもやもやがもやぐらいにそうか余計もやもやとかはないかなうんうん どうさあまあそれもなきにしもあらずかもしれないですけどね、うん、なるほど、うん、で、えーうん、ウタピーさんが、うん、最後に「またウリと会うことはできますか教えて猫先生」って言うんですけど、まあ、これは先ほど申し上げた通りうん、うん、だって1回出会ってんだから、うん、やっぱりペットと飼い主とか、うん、ねなんか縁があって出会ってるからまた出会うと思うよ、うん でですね、うん、次のメールも歌ぴーさんですねありがとうございますありがとうございます遅ればせながら新年おめでとうございますおめでとうございますそして龍賢様猫先生ご結婚おめでとうございますありがとうございます何千にも渡り絡み合い支え合ってきた2つの魂が悠久の時を超えて今世は結婚という絆で結ばれたのですねそうなのでね、うんうん、壮大なロマンを感じます 言われてみるとそうだね、うん、ところで、うん、11月21日生まれは魚座に濃い縁があるのでしょうか、うん、私が子どもの頃熱烈に好きだった女優さんが魚座でその方の結婚相手の誕生日が自分と同じ11月21日だったので嬉しかったことを思い出しましたお<ー>私の年子の息子は揃って魚座です、うん、誕生日というか数字には訳も分からずに神秘を感じてしまいますああ私もそう。 うん、ついでですが、うん、私の父は創生で私は父の顔を知らずに育ちましたが、うん、その父の、えー、高い日と夫の誕生日が同じ9月2日だったので縁を感じうっかり結婚してしまいました <laughs> <laughs> ウリピータヌピーを含めデコボコ6人家族人生いろいろでも乗り越えて末永くソウルメイトの絆を深めたいです、うん、お二人のように <laughs> このメール読んでですね、うん ふとですね、うん、僕思い出したんですけど、うん、僕と同じ誕生日の有名人っていうとまず最初に浮かぶのがゴールディ・ホーンなんですよ、うんうん、ゴールディ・ホーンって先生知ってます聞いたことあるよあのアメリカのコメディー女優で、うん、先生と一緒にワイルドキャッツとか見ましたよねうん多分あとあのー「潮風のいたずら」って言って、うん、ゴールディ・ホーンが記憶喪失になって、うん、カート・ラッセルが「うん、俺は お前の旦那だったんだって嘘をついて一緒に住んじゃうっていう,、うん、うわずるいね一緒に見ましたよね見たいな気もするな、うん、でそのゴールディホーンが僕と同じ誕生日なんですよ、うん、でゴールディホーンといえば旦那が カートラッセルなんですよその共演した、うん、ひょっとしたらカート・ラッセルも大座かなと思って調べてみたんですよそ、うん、したら、うん、なんとカート・ラッセルは3月17日生まれだった、うん、わお私と一緒そうなんすだ,だからすげえすげえすげえ同じ誕生日同士なんです男と女が入れ替わってるうわすげえすげえすげえ私こんな濃い,い顔になりたくないけどすげえ <laughs> <laughs> カート・ラッセルといえばね「タランティーノのデスプルーフ」っていう映画がですね、うんうん、私は好きですけどね うん、彼はあのジョン・カーペンターという監督の映画の B 級映画でかなり有名な方ですね、うん、へえんかすごいね誕生日の神秘って書じじいてある11月21日と3月17日えでもさちょっとこの人と同じ誕生日なんだうん、うん、<laughs> なんかさ、うん、微妙だよね微妙 っいいいいじゃないですか <laughs> いやー私ほら男の人に対してかっこいいとか感覚がないからさそうですか女の人に対しては関心が向いて綺麗だとか可愛いとかを感想を持つんだけど<ー>男に対してそんなに、えー、あそうですかむさいぐらいしか分かんないあ書き込みでリャントさんが「数字の神秘私も同意ちなみに私もウ座ザです,ですおお<ー>ううん魚だだ魚座だ そう、なんか数字ってさ、不思議だよね。うん、そうですね。うん。じゃ、次の目を読みたいと思います。うん。え次がナッキーさんですね。ナッキーさん、ありがとうございます。こんにゃはい。クリスタル大好き、ナッキーです。 ごご結婚おめでとうございますありりががととううごござざいいまますすあなんかさ結婚したんだってさ、うん、もうさだいぶ経ってんのにね実感やっと湧いてきたよそうですね, <laughs> ですねさて去年の放送で私の守護霊様を教えていただいたのですが、うん、そのお礼をずっと言いたかったのですありがとうございますいいえ守護霊様は妖精さんだと教えていただきましたうん めちゃくちゃゃく覚えがありました、うん、私は小学生の頃、うん、妖精さんカードに超ハマっていたんです、うん、その日は生放送を聞けていたのでリアルタイムでコメントも打たせていただいたのですが、うん、こんな風にバシバシ当てられる感覚って初めてですごくゾクゾクしました、うん、放送を聞いた後当時のことを思い出したくて妖精さんカードを探してみたんです、うん、マイバーースデーの本で うん、エミール・シェラザード・著までは覚えていたので、うん、ネット上で探してみたのですが、うん、絶版になっていて、うん、オークションなどにも出回っていないようでした、うん、単行本にカードが付いているタイプの本で、うん、自分でカードを切り取って使うものなので、うん、中古でも出回りにくいんだろうなと思います、うん、もう実家に探しに行くしかないと思って実家の物置を掘り返してきました、うん、小学生の頃読んでいた本が 置いてある一角は目星がついていてそこを全部掘り返してみました、うん、ですが見つかりません、うん、気がつけば汗だくになっていて体力的に限界が来ていました、うん、ここになければないかと起き上がって諦めの気持ちで物置全体を眺めました、うん、そしたらなんだか不思議な感覚なんですけど あっちが気になるって方向がありましてその方角へと目をやると、うん、その中間地点にある段ボールの蓋の隙間から、うん、ちょろっと子ども向けの本が見えたんです、うん、普段私は勘とか全く働かない人なので、うん、おおってびっくりしました、うん、一箱だけなぜか全く違うところにはぐれて置かれていました、うん、その段ボールをひっくり返してみたらあったんです小学生の頃愛用していたその本が。 うん、妖精さんの本は何冊か持っていたんですけど、うん、一番ボロボロの本があってこれかって分かりました、うん、カード自体はさすがに見つからなかったけど、うん、本が見つかったので本当に嬉しかったです、うん、中身を見てみるとお手製の付箋でメモがつけられていたりして、うん、本当にハマってたなって様子が見て取れました、うんうん あと鉛筆でチェックがついている挿絵があったんですがそのうちの1枚を見た途端を思い出しました、うん、私この絵が気に入って気に入って上に紙を置いてなぞって練習してみたり模写してみたりしていましたうん、うん、その絵は昔風の少女漫画絵なんですが、うん、私が今描いている漫画の原点ってここだったんだって思い出しました<ー>遠すぎてすっかり忘れていました、うん、今描いたらどうなるのか描いてみました うん、添付させていただきますす、うん、これですねおーすごいすごい、うんうん、どうでしょうなんか先生が前回妖精、うん、さんが守ってくれてるっていうふうにうん多分こん,かこんな感じの雰囲気だとは思うようで続き読みます「招き猫先生に、うん、小さい頃妖精さんを産んだかも」って言われましたが、うん、言われてみればそんな気がしました。 うん、そういえば小学生のある時から急に周りから明るくなったねって言われたり、うん、運が良くなったりしたんです、うん、かっこじゃんけんで勝てるようになったとかですかいいな <laughs> <laughs> 先生じゃんけん弱いですもんね <laughs> じゃんけんダメなんだよねで、うんえー、そうそう大人になってから知った単語なのですが、うん、タルパとか人工精霊とか招き猫先生もご存知でしょうか知らないタルパっていうのがあるんですよ、うん、私も知らなかったんですけど検索してみてみ、うん 調べてみたら、うん、人工霊体みたいな意味だそうで作れんのそうですあの妖精さんを自分で作っちゃうみたいなえそれってさよくさ、うん、あ,あの外国の映画である見えないお友達あれはでもうちの子見えないお友達がいるのよねっていうあのあれお友達のいない子が、うん、なんか自分で、うん、見えないお友達っていう,自分,う自分なりのお友達を作っちゃうみたいなのがよくさ海外の映画とかああいうのでさあ,、うん、そうありますねそういえば。 なんかうちのこのこ話みたいのになったいななにっ出てこない、うんあれ一応ですねウィキペディア読んだ限りだと、うん、霊的精神的修練のみによって作り出される存在だそうなんでうん,うん続き読みます、うんえー、何か怖いので作ろうとも思いませんが <laughs> タルパの作り方の手法のうちの一つに、うん、何度も描くという手法があると聞いたことがあります うん、そんな知識持っていない頃なのですが知らずに作ってしまったということなのでしょうかそうかもしれないねそれともタルパと妖精さんは別全く別物でしょうかどう,どうなんだろうね、うん、だいぶ前のことになっちゃうと分かんないねうん、はあ、こうね何度も何度も書いてるうちに作っちゃったのかもしれないですねうん、うん、かもしれないねよくあのほら なんかすごい精魂込めて彫刻とか作ったりするとそこに宿るっていうあるじゃないですかうん、うん、ああいうのはやっぱりこう自然にある霊体がそこに宿るわけですよね多分作っちゃうとでもそこで発生しちゃうわけですよねでもなんかすごい彫刻とか、うん、やっぱりそこに発生っていう感じを受けたことがあるような気がするなあそうですかなんだか妙に怖い彫刻を見たことがあって、うん 子供の頃だからよく覚えてないんだけど会ってどっかのお宅なんだけどその掘った主っていうのがそこんちのなんか何代か前の主様だったらしいんだけどなんかの神様を夢に見たんだかなんだかでそれを形にしてみたかったとか言って掘ったみたいであのビリケン誕生秘話みたいな感じなのかしら。 だから何なんでしょう元にある霊が先なのか作ったのが先なのかって分かんないす分かんないからうんうんそれが宿るために掘らされたのか分かんないけどんなんかこれ何なんだろうってずっと思っててうん続きます、うん、あと気になるのですが、うん、私に寿命が来て死んでしまった後その妖精さんはどうなるのでしょう消えちゃったら寂しいなぁと。 私は体を壊しているので子孫は残せそうにないのですが妖精さんが残ったらいいのになぁなんて思ったりします、うん、妖精さんはやっぱり、うんうん、その人が好きでついてる場合はその人についていっちゃうんじゃないだってさ妖精さんは生きてる<あ>死んでるのさ中間みたいなものだからじゃああのように一緒に行ってくれるみたいな感じ、ね、一緒に行っちゃうかもしれないし、うん 残っててほしいなとか言ったら、うん、残って誰か関係者の人を守ってくれるかもしれないし、うん、それは妖精さんが決めることだから分からないよね、うん、こういうのもあ,のあれですよあの人間がほら亡くなると財産を残すみたいに気持ちの上で私のいな亡きあとは誰々を守ってくださいなんて言ってそういう思いを持ってお亡くなりになると。 うん、そっちの方に、その財産を分け与えるみたいに行くのかもしれないですよ。そういうのは、それともできたりしないんですかね。うどうなんだろうね,ね。できそうじゃないですか。うん、でも、もし自分で作り出したんだったら、やりやすいかもね。あそうねお願いがしやすそうじゃない。続きます。うん、それと、妖精さんが石の色の力を使って、何かしてるから。 私が石好きになるんだろうってことを招き猫先生がおっしゃっていましたが、うん、なるほどと思いました、うん、一方石の中にも精霊がいるって話も聞いたことがあります、うん、妖精さんと石の中の人ってどんな関係なんでしょうね、うん、妄想が膨らみますそうだね上下関係があったりするんでしょうかあんのかな妄想がはかどりまくって質問がいっぱい出てきてしまいました <laughs> すっごく楽しいです招き猫先生には感謝ししてもしたりないです <laughs> 私の絵のルーツを思い出させてくれて本当にありがとうございますいやいや私じゃなくてねきっと連れてこられたんじゃないああうんあ、うん、妖精さんに感謝しつつこれからも頑張って描いていきたいです、うん、ということですね、うん、あのよく石と先生はお話しするじゃないですか <laughs> あれは精霊と話しするんですかわかかんんななないいい石そそのののももににううう意識に近いようなものがある どうなんだでもさ石って鉱物なんだから、うん、あんまりそういうものは持ってないんじゃないかなと思うんだけどどうなんだろう、うん、あの有名な話でね先生の「連れてかないで」でしたっけそう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 、うん、山であれはんだったんだろうねその石の気持ちまあでも石の気持ちだと思ったから私は置いてたけど。うん でも先生が、うん、あの石に、うん、この石は何か宿ってるこの石は宿ってないって先生はおっしゃるんですよねで宿ってなくてもこの石はこういう性格って先生はおっしゃるんですよねだから石の中に精霊が宿ってる場合もあれば、うん、宿ってなくて石そのもののなんかこう性格とかふわふわとした感情みたいなものもまたそれはそれであるっていう、うんうん、でも何にも感じないのもあるあ何にももうそれさえも感じないみたいなものもあるといううん ね、すごい綺麗な石だけど、うん、別に何にも感じないのもあるあ、うん、何なんだろうねいろいろあるんですねいろいろ私はなんとなくあるような気がするなるほど次のメール読みたいと思います、うんえー、次はおりおりさんですねおりおりさんありがとうございます,いますなんかおりおりさんの名前聞くの久しぶりな気がするお久しぶりでたみたいですよお久しぶりって書いてありますだよねまねぎさんりゅうけんさんこんにゃははお久しぶりです <laughs> こ,んこんにゃはお久しぶりです 先日の放送では招き猫さんのテンションが元に戻っていたので安心しました <laughs> どんなテンションなんだろう <laughs> テンション低かったんですかね低かったのかな、えー、お元気になったようで何よりですあーじゃあ低かったんだずっと久々に放送を聞いてやっぱりニャハハカフェは面白いと再確認しましたありがとうございます招き猫さんの鋭い切り口聞いていてスカッとする暴言 <冒>険 <laughs> そして竜賢さんの素晴らしい編集能力に脱帽です <laughs> またご結婚本当におめでとうございますありがとうございますお二人は番組中にさらっとおっしゃっていましたが、うん、私はびっくりして「ええ!」と声を上げてしまいましたおおそうなのかでも夫婦でこの番組を作っているなんて素敵ですうんそうかもと,と同時に何か面白いですそうかも、うん、二人のやり取りを聞いていると面白い夫婦だなと笑ってしまいます そうかさて私の近況としましては、うん、1> 約1年前に夫と大喧嘩をして別居していましたが、うん、今はまた一緒に暮らしていて何とかやっております、うんうん、やはり子供が夫に懐いているので離婚できませんでした、うん、また私にも反省すべき点があることが分かったのでそこを努力して直しています偉、うんうん、い仕事面においても新しい職場で頑張っており、うん、もうすぐ1年経ちます また最近はずっと英語の勉強に燃えています数年後には英語の達人になる予定です<ー>前職で通訳の仕事をして、うん、自分の英語のできなさに悔しい思いをしたので、うん、私の人生をかけてリベンジします素晴らしい、うん、さて,さて先日の放送でどなたかが、うん、自分に自信を持つ方法を投稿していましたね名前が思い出せずにすみません 私もちょっと思い出せないけど <laughs> 一つ前にメールを読んだクリスタル大好きさんの投稿ですねナッキーさんそうだごめんなさいね感謝もせずに <laughs> すっかり忘れ、ねうん、あの漫画をまず50ページ書いてみるそれを達成したらもっとページ数を増やすなど身の丈に合った目標を着実に達成するというものでしたうんうんうんそのお話にはとても共感しました、うん、素晴らしいお話でしたうん 私が自分に自信を持ち始めたのは33歳を過ぎてからで、うん、その時に初めて自分の目標の一つを達成したのです、うん、ある地方のミスコンテストに応募して合格しましたお<ー>そのコンテストは受けた人が25人で合格者が3人という大した競争率ではありませんでした、うんしかし10代20代の若者に混じり33歳の自分が合格したということは大きな自信になりました、うん 長年の夢が叶い自分に自信を持った私は、うん、今度はもっと大きなコンテストに応募しそれにも合格することができました<ー>そして結局合計4つのコンテストに合格しましたすごい。そこで感じたことです、うん、自信のない美人は自信のあるブスに負けるということですなるほどコンテストではなぜか大して美人でもない普通の外見の人が自信満々で受験し見事合格したりしています 逆に可愛い顔でも自信のない人は不合格になるのです、うん、自信のないオーラが運を遠ざけるのですなるほどね私が言いたいのは自己肯定力のある人の方が圧倒的に運を引き寄せるということですそうか地方のミスコンテストにはものすごい美人は応募してきません、うん、来ても50人に1人ぐらいです、うん、ですからみんな外見のレベルは似たり寄ったりです、うん その中で勝ち抜くには最後は自己肯定力自分にどれだけ自信があるかなのです、うん、自信はただぼーっと日々を過ごしていては身につかないと思います、うん、その人が過去に何かを達成した経験何かを乗り越えた経験があってこそ身につくものなのですなるほどねだから私はアラフォーの今人生が楽しく思います、うん、20代の頃にはなかった自信が自分の中にあるからです うん、辛いことを乗り越えた経験夢を叶えた経験がある人生って楽しいですね、うん、熱く語ってしまいましたまだまだ寒い日が続きますのでご自愛くださいそれではすごいねいうです,すごいそうです,ねすごい先生も応募してみたらどうですかやだよ人前に出るなんてそうですかだったらこうやって喋ってるのもなんでだよと思うもん <laughs> う, <laughs> うんな。なんかねちょっと人前とか苦手だもんねん次のメール読みたいと思いますうん、うん これはさとりさんですねささとりさんありがとうございます,りういますンさんさ先生ご結婚おめでとうございますありがとうございますラジオの更新があまりされていなかったのはお二人がご結婚等でお忙しくそのため時間が取られなかったからかなと思っております違うよまた、うん、く関係はないと思います結婚はさらっと、うん、ね、うん、結婚することに決まってじゃあ今日からじゃあ夫婦ということでみたいなねそんな感じですねうん、うん、あっさりと。 特にその特別なことやってないですもん、ね、うん、うん、であの「にゃ母の人にはいつ言うの?」って言われて私が年末の重大ニュースの時にさらっと言って終わりでいいじゃん、ね、ってことにしたんだよねうん、うん、だからそのせいで忙しいんじゃないよね、うんうん、でもここまでメールであれですねあの皆さんく食いついてくるというか書かれると思ってなかったでみんな聞き逃して終わりだと思ったのそうです、ね、びっくり、えー 続けます、うん、末永いお幸せを祈願しておりますありがとうございます大みそカウ,カウントダウン時には私も参加したかったのですが、うん、家内のお母さんが来られておりましたので参加できませんでした、うん、なるほどねカウントダウン時のラジオでは先生に詳しく今後の対処の仕方について教えていただきありがとうございましたあれから3ヶ月以上経ちましたが、うんうん、弊社を取り巻く環境はとても良くなりましたおお 新規商品の開発に着手をしましたが、うん、こちらがとても好調です<ー>また既存製品についても競合他社が弊社商品より良い商品をリリースするなどありますが、うん、それでも引き合いも多く会社としては以前から想像がつかないような好調な状況です、うん、先生がお話しされていたのは1家内との関係は先日の相談を機会に少しずつ変わる 2,、うん2 日々の淡々とした繰り返しの中でも得られるものがあるはず、うん、3必要な過程を踏んでいる、うん、4時が来るのを待ってしっかり選んだことに失敗はないとの内容でしたが、うん、全てその通りに動いてきました、うん、あの時の心境は本当に最悪で崖すれすれを歩き続けるというものでしたが、うん、今は好転してきました、うん、本当に頑張り続けてよかったです、うん、素晴らしいね。うん。うん それでも、最近はストレスもありイライラすることが多いですまだまだ借金も総額800万ほどありクラクラするねまた毎月の社員への給料の支払いはし続けなければなりません毎日とてもプレッシャーを感じながらだからこそ気合を入れながら仕事しています早く安定的に収益を上げられる製品開発を進めなければなりません 家内が引っ越し先としてかなり高級な集合住宅を見つけてきましたわ<お>どうしてもそこに引っ越しをしたいとの話でしたので、うん、4月の中旬に引っ越ししますがこの物件の家賃もとても高いですわ<お>前回のラジオでは、うん、今年はこれまで正しく努力してきた人が若干なりと成功の兆しが見える年になるとのお話でした、うん、私としては正しく努力してきたつもりですので、うん 今年なんとかこれからの成功につなげることができればと考えている次第です、うん、以上悟りからでしたおお素晴らしいねえ目の遠く気になったのが、ね、社員にお給料ってあたり従業員にお給料ってあたりか<お>なんかねぎらいの言葉みたいなのとかちょっと足んなくないと思ったんだけどああパッとここの文を読んでる時にそう思ったって。 ねぎらいの言葉じゃないのかもしれないなんか、うんうん、あのこう信頼関係っていうものがなんとなくこう、うんうん、ちょっと弱くなってないかなみたいな、うん、だそれだからねぎらいの言葉が足りないのかなって私が多分推測しちゃった部分だと思うんだよね、うんうん、だからそこら辺をねもうちょっと見直してみて、うん、やっぱりそのうち ちょっと人数多いかなって思ったら人を切るとか、うん、ちょっと考え出した方がいいかもしれないまあ心当たりあるかもしれませんしねうん、うん、まあでもそれはすぐの話でもないんだけどさ、うん、なんかちょっと引っかかりを感じたからもしかしてここに引っかかったのかなって心当たりがあったらなるべく早めの対処をした方がいいと思いますじゃ次のメール読みたいと思います。うん、これはかなびさんですね カマピさんかまぴさんありがとうございます,いますはじめましてはじめまして以前パワーストーンのことなどを調べていてニャハハカフェさんのサイトに偶然ついて、うん、試しに番組を聞いて以来他にはない妙な面白さにはまっています <laughs> 妙な招き猫先生の声とか、うんうん、知的なのに知的に見せないその奥ゆかしさにとてもキュンときますおなん,かなんかいい感じだねいい感じだねなんか リュウケンさんとのなんだか息が合ってるんだか合ってないんだかよくわからないけどやっぱり合ってると思うトークも面白くてよく一人で車を運転中にニヤニヤしながら聞いていますでですね、うん、この後に自殺についての文章が書いてあったんですけど、うん、自殺についてっていつかやるんですよね やるのテーマでほらこの間リクエストが来たじゃないですか、うん、だからその時にこれ読みたいと思いますうん分かったじゃあそこ飛ばしてその続きからですね、うん、あそうだ忘れてました、うん、3月末か四月に、うん、アメリカから大阪に引っ越すのですがすごいけど長距離の引っ越しだね、うん、運気を上向きに変える住まいかっこ賃貸を見つけるのに何かいい方法があればぜひアドバイスいただけたら幸いですああ<ー> 占い師に海の近くには住まない方がいいと言われたのですが、うん、旦那の勤務地は海のすぐ近くです、うん、本当に海の近くは私にとって良くないのでしょうかでも旦那にとって海の近くが悪いかは分からないですし今地図を見ていて気になるのは温泉がある山の中です、うん、修行できる滝もありますかっこしませんけど。 <laughs> <laughs> でもその辺は家がないみたいでネットで住宅を検索してもちっとも引っかかりません、うん、会社からは車で30分以上かかってしまいますがあと引っ越し特集で以前おっしゃっていた土地の神様にお参りするのも丁寧にしてこようと思います、うん、という感じでこれカナピさんの本名これで、うん、で旦那さんの本名はこれだそうですね名前が、うん。 うん、あのね、ええ、聞いてて、うん、海の近くに気をつけた方がいいな旦那さんの方だと思うあ旦那さんの方がだと思う<ー>うんなんかあ,<ー>あのー、水害っていう感じでもないんだけど何だろうこ呼吸器なのか循環器なのかなんか冷えによるようななんかそういう不調とか、うんうん、ちょっと気になったりもして、うんうん、あとなんか 家が冷たいっていう印象がなんかイメージが湧いてきちゃって、うんうん、なんとなくだけど、うん、旦那さんが疲れた体を休める家庭という感じの環境は作れないんじゃないかなという意味で、うん、縁起が悪いとかではなくてね、うん、海の近くはなんとなく違うんじゃないかなと。 住宅がなかなか見つからないけど30分ぐらい車で30分ぐらいのところに山の中があるそれはね聞いてる時に、うん、そこは住むところじゃないから、うん、行く場所だから、うん、そこに行きやすいところから選べば何の問題もないなるほど,なるほど。で海の近くじゃなくて、うん、この温泉がある山の中に行きやすいところっていうことで探せばいいのかな 高台から海が見下ろせるは近いけど近くじゃない、うん、あそこは近くに入らないうんなるほどなんかこう、うん、洗濯物を通り込む時に塩臭いかなと思う距離は近いけどななるほどなるほほどど高くから見下ろせるとか、うん、ほら住宅の隙間を縫って見えるとかってあるじゃん、うん、町としては海辺の町の範囲内だけど<あ>みたいな、うん、津波が届きそうもないあたりだったら大だ 近くのうちにには入ららななないいいいかかそれれをししたもね、うん、海が見えてもそれは私の中では海の近くじゃない <laughs> でその、ねうん、前に見てもらった時になんでそう言われたのかはわからないけど、うん、その時にそうだったのかもしれないし、うん、今は私はそう感じない。まあでもさああのもしかしたらさ、うん、何かことあるごとに海の近くはよくないって言われたのにっていうのに引っかかって。うん ななんとなくこう気持ちが冷えていくのかなっていう気もしないでもないからやっぱりそういう気持ちの衛生上を考えると、うん、ね自分の納得いく地域に住むのがいいんじゃないかなと、うん、とにかく疲れた旦那さんが帰ってきて、ね、休めるところがお家なわけだし、うん、ね 続けますほいほい最後になりましたが、うん、こんなに面白い番組なのでもっと多くの人に届くといいと思います <laughs> そう祈りながら今夜は眠ろうと思いますありがとうございます聞いているとすごく気持ちが穏やかにほんわかしてきますこんな素敵な番組を作ってくださる龍賢さんにも感謝です、うん、ではまたまた、うん、というメールでございましたありがたいの、うん、でですね、うんえー、次のメールが早速ですね カマピさん二回目のメールですねうん2回目の投稿になりますカマピと申しますありがとうございます今度取り上げてほしいテーマがありますうんでも面白そうじゃなかったらボツでも構いませんうん幕末ですああ私ね幕末って言われてる時期に多分自分生きてたと思うんだよね私と一緒にいたんですよね多分うんだからなんか自分のなんかを思い出せるかなってすごい 期必ずもういつかは絶対やらなきゃいけないテーマのような気がしてますよね松々、うん、は、まあ、キンキンの気はしないんですけどねしないんだよね,、まあ、ね残念ながらしないけど楽しみにしてるなんかほら今歴史シリーズって日本の古代から順番に新しくなってやっていこうなんて思ってるんですけど <laughs> 思ってる割にはさ全然触れないよね私が歴史苦手だからかなどうなんでしょうほら神宮皇后についてやろうって次言ってたんですけどね、うん うね、そうそうかうん,うん、うん、どうなんでしょうじゃあ近いうちになるべく予定を、うん、三冠征伐の真相とかねああもうクラ,クラクラクラやめて <laughs> <laughs> そうですかじゃ続きです、うん、歴史に詳しいわけでは全然ないのですが、うん、幕末と聞くとちょっとワクワクして悲しくもなります、うん、いろんな歴史小説だの映画なので幕末に活躍した人たちのことが取り上げられていますが、うん、実際のところそういう人たちの本当の心の内は 志半ばで命尽きてしまったりしていればわからないところもありますよね、うんうん、きっと人の心の裏の裏を書くようなことをしなければ生き残ることも難しかったんじゃないかと思うので、うん、特に私が知りたいのは坂本龍馬と土方俊三です、はあ、あと実際新選組ってどんな感じの人たちだったのかなというのも知りたいです。 でもちょっとおたっぽいセレクションかもしれないのでもしあれでしたらすっ飛ばしちゃってくださいませいやでもいつかやるんじゃないかな、うん、人気の時期ですもんね,ね結構人気あるもんねその時あの坂本龍馬に憧れてるというししまさんなんかにもゲストに来てもらってねでもうんちくいろいろ言えるんですかね彼は。どうなんだろう、うん 熱い思いのばっっっっかかり語ちゃて歴史シリーズになならたいいじゃんそれはそれででもさ私さもう15年以上獅子舞さんに借りっぱなしの龍馬が行くってホンああそうですかずっと借りっぱなしなんだよねやばいよね15年だよ人から借りてた時間じゃないよねそういえば僕マネクネコさんに河野と竜符を6年ぐらい借りどうもさ歴史絡みってさ進まないんだよねうんじゃあメールの続きをみたいと思います その頃の庶民の生活や様子も知りたいです、うん、上の人間たちは尊皇攘夷だとか何とか言ってますけれども、うん、実際のところそういう緊迫した空気感って江戸庶民にも伝わっていたのでしょうか江戸はまだしも地方の農民なんかはもっと明日を生きるのに精一杯って感じで関係ない別世界ってな感じだったのでしょうか私の想像すするところですが、うん きっと今よりずっと交通網なんかも発達してなかったので地方ごとのカラーがすごくあったのではないかなと思います人間の気質とか、うん、普段食べるものだとかしきたりとか、うんえー、あと、うん、簡単運気アップ術ですし、うん、しばしば、 番組中にマニエキニコ先生が運気アップや今ある何か良くないあるいは改善したい状況についてそれを改善するためのアドバイスをいろんな人になさっているのは聞いているのですがその時はそうかそうかと納得するのですが時間が経つうちに忘れてしまうのでかっこすみません保存版としてまとめてお聞かせいただけたら私だけでなくきっと他のリスナーさんの心の拠りどころになるのではと思います どうぞうどうぞご検討くださいませ検討したいんだけど私話したことで安心して忘れちゃったりするんです、ね、なんですよねであのこれね難しいと思いますだってあ分かった龍<ん>が全部今までの聞き直していだからそ,れそれを今から言いようとしたんですけどオッケーね <laughs>、うん、先生、うん、やるって言えばいいんだよ 100回分あるんですよやるって言えばいいんだよ100回分分かりましたやりますと言えばいいんだよあの20年ぐらい時間くれたらやりますよなんでそんなに時間必要なるの100回分あるんですようん 1>, 1回が1時間以上とか2時間とかあったりするんですようんそれを聞いておまじないの部分だけを抜き出すって無理ですってじゃあ手分けしようあ手分けしてうん <laughs> <まあ S 2> 手分けしよう、うん 私は何回のこれがいいですみたいなことをその会員を目指してメールをもらうことにしたらリスナーの方に集めてもらうとかねだから今言ったじゃんそうそうですね聞いてた聞いてましたここは大言う前に僕は言おうとしてたんでああ言っちゃったよそうですからごめんよんかさその細い目で目配せとかしてくれたらさ我々同時に同じこと考えてるんですよ <laughs> どういうことですかこれ「他基本本が。<laughs> り基本が <laughs> あ,あ<ー>でもまずいねいやっぱほらやりますと言えばいいんだよ<え><た>そうですねうん私が思い出せばいいのかい基本的にねおまじないって人の数ぐらいあるっていう感じ、うんうん、その人その人に合ったやり方みたいのがあるんだよねだから「このおまじないすごく効くよ」って言われても、うんうん、他の人に効くかどうかは 言えないっていうか、うんまあ、ちょっとおまじないは特集はいつかど何らかの形でやりたいと思いますんででも私おまじないってほとんどやったことないんだよね、うん、前向きにねいくることが一番のおまじないかもしれないですよね、うん、とまとめておいてですね次がですね、うん、にゃおこさんのメールですねにゃおこさんありがとうございます竜賢、えー、んさんまねぎねこさんはじめましてはじめまして 前回の100回記念生放送でフライング書き込みをしたにゃおこすと申します <laughs> 生放送のタイムラインでは参加していただいたんですけどメールはこれ初めてなんですねそうなのかもともと持っているアカウント名で書き込みしたためけんさんが読みにくそうでしたので新たににゃははカフェ専用アカウントを作成いたしました<ー>今後ともどうぞよろしくお願いいたしますにゃははカフェにはポッドキャストを数年ぶりに開けて スピリチュアルで検索したらたどり着きました、うん、約100エピソードございましたので現在50聞いたところです<ー>すごいですね、うん、すごい最近 YouTube で面白い動画を見つけました、うん、千原ジュニアの滑らない話ああ滑らない話面白かった、うん、面白いですねで、うん、陣内智則の滑らない話霊能者っていう動画でで、ねうん、オチが面白いですこんなことってあるんですかねということなんで,でその URL 貼ってくれたんですけど、うんうん それれがあのリンク切れになってたんですよ多分同じものだと思われる動画を見つけたんでね、うん、ちょっと今見てみますうん一発目でこれちょっとふさわしくないかもしれないですけど今ね僕すごい引っ掛か,かって話があるんですよそれで僕はあの霊感とか全然あの強くないんですけど「うん,ん,んで嫌なの?」って言わせて。 傷つくねこれあの方じゃないの条例したのってどうあでしょうねょなんかちょっとさあのー、ご婦人が見えましたが <laughs> でもさ <laughs>、はい、嫌だとか言われたさっくり傷つくよねそう,そう <laughs> この「オチが面白いですこんなことってあるんですかね」って言うんですけどそんなことってあるんですかね いやいや何で嫌 <laughs> だのって言うんですか守護霊さんが <laughs> 言うのかなだってさあ、うん、でも、うん、連れてこられた守護霊だから嫌だって言,いた言っちゃったんじゃないのかなうん守護霊っていっても指導霊なんですかねえでもね私なんか納得いかないのが人間ごときが、うん、あんたの守護霊はこの人よって選んで連れてこれるもんなのかなっていいくら修行を積んだ人でも、うん、それってできるのかなやっていいことなの できたとしてやっていいことなの、うん、だって今あのすごい口調があんた守るのよみたいなそんな守護霊様にそんな言い方していいのかしらと思ったら思った思ったその後でなんで嫌なのって俺 <laughs> 嫌って言うんじゃないのみたいなそうだよね守るのよみたいなこと言われたらね、うん、お,おかしいですよねな,な,なんで上から見せるのでしょうそうだよ言い方が悪いんできっと、うんうん、違うかなうどうなんでしょうね さっきさ、うん、なんかどなたかが放送中にメール書いたけど間に合いますかみたいなの書いてあったよえ放送聞きながらメール書いて送りました間に合いますかですってちょっとりゃんとさんのメールじゃ久しぶりに読みたいと思います受信しますね今おっと2通来てますよおお<ー>えっとあまみこさんからも来てますねお<ー>まあ先にりゃんとさん読みたいと思います順番ねうん竜賢さん猫先生こんにゃははこんにゃはは にゃははを聞きながら歩いている時にすれ違った人に挨拶されこんにゃははと返してしまい相手の動きを一瞬止めたりゃんとですすごいね <laughs> だいぶ遅いですが明けましておめでとうございますそしてご結婚おめでとうございますありがとうございます大晦日は外で生収録を聞いていたため気づかなかったのですが改めて配信を聞いて驚きと喜びと幸せで心が満たされました そうなのか例えて言うと熟成された芳醇な名酒をたしなんだ時のような感動です<う>そんな名酒飲んだことないのですがきっとそうですあわあかるなんか妄想の世界でね <laughs> で <laughs> お二人が末長くお幸せに過ごされるよう心よりお祈り申し上げますありがとうございます話は変わりますが先日はメールを読んでくださりありがとうございました、うん、猫先生に気にかけていただいていたと聞いて 申し訳ないと思ったのと同時にさすがだなと思いました猫先生が感じた私に伝えたかった言葉ですがおっしゃった通り気づきましたよかったでも感覚なのでうまく言葉にはできないのですが放送を聞いた時に胸にすっと落ちてきたのでそれはきっと当たっているんだろうと思いますそれはよかったそれから波はありますが徐々に運は上向きになってきているのを実感しています、うん、ご心配おかけしました ここれかららもそのととに気をつつけながら少ししずつ成長でききるよう努力していいいた思「うんうん、またまた話は変わりますが職場の先輩を見て,いて見ていただきありがとうございました」うん「いまだに先輩を思い出すと突如視界がぼやけてしまうほど感情的になってしまうのですが猫先生の話を聞いて悲しみが和らぎました」うん「呪いであったことは驚きでコメントのしようがないのですが予定より長く生きたこと」 きっとその時に奥様に出会って子を授かったことは何よりも良い思い出なんだろうと思います、うん、ちなみに呪いとおっしゃっていましたが先祖なのでしょうかね猫先生の話を聞いて先輩が生家の子孫だという話を思い出しました生、うん、家というのは琉球王国時代の王家です、うん、第一生時代第二生時代とあって第二生時代はクーデターを起こした方なので 第一と全くく、関係はなく先輩がどっちの子孫なのかわからないのですがもしかしてその時のことだったらと思うとぞっとしました、うん、長くなりましたがこれからも楽しい放送を心よりお待ちしております風邪などひかれるようお体を大事になさってくださいというメールでございましたね、うん、やっぱりさ、うん、その時代を一生懸命生きてたがゆえのことで何かいろいろね、うん、起こってしまうんじゃないのかしらね、うん もう亡くなられてさちょっと日がたってくるうちにだんだんさ、うん、その生きてた人自体も薄らいでいくし、うん、その人のご先祖も薄らいでいくからもう分かんなくなってきちゃうよねそうですねうんなるほどでもそうなのかもね、うん、あとなんかもう一通メールが来ておりますねうんこれはまみこさんですねまみこさんありがとうございますこれ今日あの生放送に参加されてる方でメールは初めてですねおーそうなのか、うん 招き猫先生こんにゃはは初めてメッセージさせていただいていますありがとうございます先ほどツイッターでの簡単な挨拶を読んでいただいたまみこです先週に友人から教えてもらってこの放送を知りました、うん、そこからハマりにはまって気になる回からどんどん連続して聞かせていただいていますお二人の雰囲気大好きです 仲良しのようであり距離があるようなお二人の関係を例を挙げるとドリカムの二人のような感じなのかなとか勝手に想像していたのですがかっこすいませんご結婚されたと今知ってドキドキしていますおめでとうございますびっくりしましたが嬉しいですほうありがとうございますニャハーカフェはゆるさもあり真剣さもあり 要所要所今の自分に必要な言葉をもらっており励まされたり大切なことを教えてもらったりしています私は制作活動をしているのですが今は頑張りどころだと思っていて、うん、前世や使命を見ていただきたいなと思っています、うん、詳しい現状や説明が必要であればまた改めてメッセージ書きたいと思います、うん、今後のテーマのリクエストは日本を良くすることについて 「うん、源氏物語平安時代について、うん、京都について」などです、うん、理由は私が最近古典文学に惹かれること、うん、日本人としての誇りを強めたいということ、うん、京都に住んでいることなどからです、うん、これからのお二人の良き生活ニハハカフェの放送の継続を心から願っております、うん、というメールでした、うん、ありがとうございます,いますなんかあのー、今が頑張りどころだと思っているのですが、うん 前世や市民を見てていいたただきたいなと思っておりますこれはね知ったらいいんじゃないかというタイミングで、うん、メールをいただいた方がいいんじゃないのかなそうですか多分今見てもあんまりちゃんとわからないと思うなるほどこの本を見てもあんまりよくわからないという、うん、いや見ればなんとなくわかるけど、うん、あのねそのずっと下の方に書いてあったね「はい、日本人としての誇りを強めたい」っていうところの、うん、読んだ時にね、うん、なんかね「友禅」うん はい、着物のさゆうぜんのさ柄ってあるじゃない、はい、あんな感じのが見えたんだよね、はい、そしたらさ、うん、すぐ京都に行って書いてあるから、うん、ああと思って京友禅とか賀賀友禅とかあるじゃんうん、うん、なんかどちらかというと私に見えたのは加賀賀友禅の方の感じ、うん、に見えたんだけど、うん、そういうなんかこう日本、うん の文化みたいな何、うん、だろうそういうものから入り口にしていくといろいろ楽しいんじゃないのかな、うん、それで楽しんでるうちにいつの間にか、うん、あ,あ日本人だなっていう感じでしみじみと思って、うん、それが誇りとなっていくんじゃないのかなと思うから、うんうん、こう。 好きなことを好きなように興味を持ってやっていれば自然とその大切なこととか使命とか分かってくるから私に聞く必要は多分ないはずなんだけどもどうしてももし迷った時は知るよりも気づくに近い何かが気づけない時だと思うからそういう時はまあメールとかくれればその時はちゃんと見れると思うけど。 じゃあ改めてんかどうしてもんかそれでも聞きたいなという時がまた来たらうん来ると思うなんかね迷ってしまうと思うなるほどそれはねなんかねあのそのやっぱりこの古典とかそういうことではないんだけど古典とかそういうものに楽しく触れているうちにハッと気が付き出して始まることだと思うのねうん 気が付いてもしばらく混沌としてたりするじゃない気が付くといろんなことに一気に気が付きだしたりする場合がないありますねんかそのそうするとさ情報過多になっちゃってさ分かんなくなっちゃう時とかあったりするじゃんもしそんな事態が起きた時は知る知るというかまとめるとめるとか新たに何か気づくことでそれが自分の力でまとめられるようになるとか何かそういうね 時が来るんじゃないかとは思うから、うん、そのの時に聞いいいいた方がいいんじゃないのかなか、うん、本名を見と思うのは、はい、礼儀作法みたいなもの、うん、なんだろうお姫様教育みたいなもの、うん、をしていた女の人が感じられるの、うんはい、それがこの方を守ってるのか、うん、この人の前世なのかはちょっとはっきりわからないんだけど、うん、なんか顔が見えるの。はい、だからそういうい人 に教わりに行くといいとかそういうことかもしれないしそういう人が当然教えるだろうものを自分で調べて親しんでいくのがいいのかもしれないしわかんないけどもなんかね意識をそっちにちょっと日常生活の意識ちょっとそっちに寄らしてみたらどうだろうと思う。あととはなんかちょっとね 現代的な感じでちょっとかわいいところもある人だと思うんだよねうまくだからバランスをとってどっちも楽しむのがいいと思うどっぷり浸っちゃわないでどちらもどちらもあの根尺みたいな感じでさ今と昔みたいな比べてみたりするのも楽しいかもしれないしそうやってるうちに自分で自然に気づくからやっぱこういうことはさ聞くよりも 自然に気づく方がこうそうですねしっくりくるっていうかさ、うん、意識もしやすいだろうし私も昔招き猫さんにこう占いしてもらってあの自分で気づきなさいみたいなこと言われたことある、ね、<laughs> 偉そうだねこうこれを浅野さんが <laughs>、うん、浅野さんって私から <laughs> <の>みんな自分の褒美をばらしまくって <laughs> 気が付くのが <laughs> うん 私に教えられたからじゃあいけませんからねなんて言われたことがああそういうことあるよね、うんうん、教えられたからじゃあ駄目なんですね今のそ,、ね、そういうってことなんかねんか言わたこととした表紙っていうのがね結構大事なんだと思う、うんうん、なるほど、うん、だからねあの時が来てもし知る必要があればメールくれればなるべく頑張ってお答えできるようにするけども、うん、今はその時じゃないんじゃないかなと。 じゃですね、うん、メールの続き読みます、うん、えにゃおこさんですねにゃおさん。うん、最近面白い本を発見しました、うん、アマゾンのおすすめに出てきて購入したものです、うん、招き猫さんは生まれつき霊感があるということですが、うん、筆者の方は急に守護霊さんとコンタクトができるようになったお話ですおーすごいね 筆者の方が一般的に多い見えない方から見えるようになった分きっとなんでと守護霊さんに質問されることが多く、うん、その分霊感ない方に精神世界特にあの世で自分がこの人生を決めてきたくだりなどがとってもわかりやすく書かれていましたそれなんかあれじゃないチャネラーの人かなんかじゃない、うんえっとねあの世に聞いたこの世の仕組みっていう本で、うん、この作者のペンネームがふざけてるんですよ そうなウン国際っていう方ですねああウン国際いんだね <laughs> <laughs> えっとメールの続き読みます「招き猫さんが番組中にそうなのかな?」とおっしゃっていたことが書いてあったり「スピリチュアル」が好きなリスナーさんにはおすすめだと思います、うん、でアマゾンのページの内容紹介みたいなところに書いてあった文章を今読みますと「うん」 ごく普通のサラリーマンの僕はうつ病による記憶障害に陥ってしまいました、うん、あらもその病気を治そうとお医者さんにもらったきつい薬を飲んだところ、うん、突然守護霊と話ができるようになってしまいましたえー、そして黄色いシャツを着た関西のノリの守護霊は「絶妙な例えを使ってこの世のからくりを教えてくれるではありませんか」「すごーい苦しみが生まれる仕組みその苦しみから自分を解き放す方法など」 さまざまなことを教えてくれます、うん、そしてその内容はみんなが知れば必ず平和な世界が訪れると思えるほどの内容だったのです、うん、そんな秘密あなたも知りたくありませんか知りたいちょっと読んでみたいですよね、うん、でアマゾンの,の,、うん、あのいろんな人がこ,うこの本を読んだ感想みたいなのを書いてあるところを読むと、うん、スピリチュアル関係の本を100冊以上読んだけどこれが一番分かりやすくて面白かったって言ってる人もいるぐらいで、うん、結構あの 面白いそうですよへー、うん、ちょっと皆さん読んでまたね、うん、感想とかあったら送ってください、うん、私もちょっと図書館で借りて今度読んでみたいと思います、うん、じゃあ私はその感想を聞いて、うん、なんとなく大まかに掴んででいいかあ、リゃンとさんが私も読みました本当にわかりやすかったですおお<ー>、そうなのかじゃあ結構ヒットしてる本なんですかねそうかじゃあやっぱり読んでみようかな、うん、あ 秋鈴川さんもこの方はよく講演会をしています。自分も行きましたですって。へえすごい。そうなんだ。運国際さん。これ司会者さんとかも運国際さんですと言うんですかね。ちょっと美人な人に言ってもらいたいね。言ってもらいたいね。美人のね司会。美人。運国際。次は運国際さんですみたいな。うん。金太まあどうしたのみたいなね。そうですね。じゃ次のメーリーみたいと思います。うん。次がですね。うん。清さんですね。清水さんありがとうございます。 きましておめでとうございますおめでとうございます本年もまたまったりとゆったりと全速力でよろしくお願いいたします全速力で今年最初の質問なのですが、うん、ホープダイヤモンドについてですパワーストーンを探している時、うん、一番パワーの強い石はという人が多いですよね、うん、私の友人もそうでした、うん、実は薬を買う時と同じように自分の体に合わない強いものは 悪影響を与えるのがパワーストーンだと思っていますうんそうだと思うそれゆえに、うん、ホープダイヤモンドは持ち主を不幸へ導く呪いの宝石とまで言われていますが、うん、個人的には呪いでも何でもなく単に強すぎるパワーの副作用なのだと思います、うん、もしこのホープダイヤモンドを扱いきれる人が現れたら世界いや宇宙でも有力な人になるのかもしれませんね、うん、キャプテン・ハーロックとかね いや多分ねそういうのってそれに関心を持たずに持つ人が持てる人だと思う関心を持たずにうんああたまたま手にして自然とみたいなうん自然とたまたま手にして「不運きれいなものがあったもんだ」みたいな感じで「なるほどなるほどこれを代々伝えてくんだよ」って言われて「そうかそうか分かった分かった」みたいに大事に保管して保管したことすら忘れるぐらいのうん あんんまり関心なななないい人らモテるじゃかな、うんえー、個人的にホープダイヤモンドの写真を見て思うのは、うん、呪いのような邪悪な雰囲気ではなく、うん、無邪気な子供のような雰囲気を感じます、うん、ただし力は世間的に言えば怪物並みのような、うん、う子供のような無邪気さだけど力は怪物並みってなんかああ坊、ね、ちゃんみたいな一応ですねネットでですね、うん あのホープダイヤモンドの写真拾ったので、うん、すごいねあるんだ,だ、ね、あれでもこれ本物じゃないんじゃないそうですか一応ねホープダイヤモンドで検索したらこれが出てきたやつを全部集めてくるこれってさ、うん、あのなんか持ち主が呪われてくみたいな不幸になっ、うん、ななんつうのどんどん落ちぶれてくみたいなんで、うん、結局なんかどっか博物館みたいなとこが所有するようになった時は平和なんだっていう話じゃなかったそうなんですか確かか違違ったっけ勘違いかな、うん でもなんかそのようなこと書いてあったような、うんでもこれはそれじゃないじゃんホープダイヤモンドで検索したら出てきた画像をとりあえず片っ端から集めてみたんですけど問題のホープダイヤモンドっていうのはその一個だけなんですかだと思ってたけど違うのかななるほどじゃちょっと続き読みますうん自分を見る目が怖いからこそ普段から持ち主にしがみつくしかしあまりにも力が強すぎて しかも力が強いことを認識していないからこそしがみついた相手を壊してしまうようなうーん怖いね単純に言えば人見知りのような雰囲気ですうーん私も人見知りが強かった方ですから思うのですが、うん、隠れたいとかこれより先に踏み込んでほしくないなどという雰囲気を感じますうん青い色が好きなせいかよく気にしたり考えてしまったりする宝石なので聞いてみたいと思い投稿いたしましたうーん ホープダイヤモンドを持つことで財力や権力を主張しようとしないむしろ貧相でも家族の一員として接してくれるくらいの人のところへ渡ったならば全てを幸福へ導くほどのパワーを発揮できるのかもしれませんねただし与えられた幸福への感謝や他者への慈悲を忘れず自分を見失わない人に限ると思いますが何だろうこれ見てたら頭がワわーんときてた。 なんだよね別にこの中に本物と思うものはなかったのになあそうですかうん、うん、だってそのなん,、ね、なんか恐ろしいほどのパワーみたいななんかあんまり感じるものはなかったから翡翠さんが左上の写真かとって言ってますけどねうーんそれっぽくは見えるけどでもなんかどうだろうでもなんかその「呪いの」なんていうほどの恐ろしいものはもう抜けてるように思うよそうですかかつてそういうものだったって言われて、うん、そうなのかって思う けど、うん、なんか確かに言われてみればそんな雰囲気持ってるようなみたいなのはあるけど、うん、でもその破滅させる恐ろしさみたいなもう感じないかなかもしかしたら画像で見てるからかもしれないよね,、うん、そ,ねその場で見たらなんか違うのかもしれない、うん、まあその翡翠さんのメールを読みたいと思います、うん 第100回の配信おお疲れ様ですアンドおめですすめとうございますありがとうございますおめでとうコメントをしたいと思いあえてメールをしていなかったのですが、うん、毎年2月中旬から3月ぐらいまで体調が不安定なのを忘れていて収録翌朝に気づいて身もだえし手翡翠ですよ突然ですが最近トゥー・チェロスというアーティストに興味を持ちました、うん 名前の通りチェロ弾きの2人組のアーティストなのですが、うん、1>, 1人の人間が理性と本能の2つに分かれたのではないかと思うような感覚とともに、うん、あまりに楽しそうな演奏に気持ちが引きずり込まれるような感覚で、うん、落ち込んだだととテンンションを上げたたいいいにててても重宝させていただいております。うん、これあのなんか先生とこないだほら結構前ですけど、うん、一緒に蔦屋に行った時に。うん なんか見てましたよねジャッケット。チ,チ,ェチェロを持ってる二人組でなんかほら何これみたいな感じで先生を言ってないですか。はい,はい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 。うん、うんうん、面白そうでなんかなんとなくピンときて、うん、興味を持った。持ったんですよね。うんうん。聞いてみた。まあ聞く、ね、聞ことあります？たぶん一回とか聞いたことあるんじゃない？ おすすめの曲とかあるんですか？まあ、すい,いやそんなには知らないよ。しついさんはあそうだね。しついさんちょうどリアルタイムで聞いてくれてるんならちょっとあーやっぱでもさっきのダイヤモンドなのかな？なんだろうどうですか？頭がグワングワンするよ。じゃあツーチェロスでも聞いてそうだね。でもどの画像なんだろうね。マガマガしい感じを感じるものは全くなかったよ。やっぱりしついさんの言う通り力が強すぎてなのかもね。うん 画像を通して私にそれが伝わらなかったけど、うん、この無邪気な子供のようだっていうのはどうなんですかいやだから画像からわかんないんだから<ー>実物見ないと私は多分わからないんじゃない,ない,いええー、続きを見ますいや気のせいかもしれないあ分かりました <laughs>、えー、ただ、うん、期限付き臨時職員として地元の役所で働いていましたが、うん、3月いっぱいで退職となることに決まってしまい、うん、テンションだけではどうしようもない状態になっていたりしますあらまあ。 求人票などを見て働きたい場所をいくつか見つけていますが、うん、今までならどうしようという不安で押しつぶされてしまっていたと思いますが、うん、こういった経験をするために決めてきたんだたとえ辛くてもこの先に魂レベルで決めた目標がきっとあるなどという気持ちがあるためか、うん、不思議と不安は少なくむしろ次はどんなことしようなどといったワクワクがあるくらいです、うん、今後どのような人生を送ればいいのかなどという不安は確実にあり どのような選択をすればいいかなどの相談をしたいところではありますが、うん、どんなことを言われてもそれでもこっちの方が楽しそうだからといって辛い選択をしてしまいそうなので、うん、あえてはっきりと聞くことは望みませんがこういった考えをした方がいいなどといったアドバイスを期待してみたりします、うん、収録や配信の時には働いていることを自分で祈ってみますけどねっていうんですけど、うん、どうでしょうね どうなんだどうなんでしょうどううなんんでしょうでも、ね、必須さんあのね、うん、ご先祖様だと思うんだけど、うん、ついててくれてる人がいて、うん、その人は、うん、昔の武士のような格好をしていて、うんうん、お役所仕事みたいなことをしている人でね。 真面目で優しくて、うん、仕事以外に特に楽しみを持っているわけでもない人なんだけども、うんうん、美しいものを愛でるのがとても大好きな人だったみたいなの。はい、年はねうん、うん、私たちの親ぐらいの年だと思うから多分70手前とか。うん 70うん、違うなもうちょっともうちょっと若いな50代後半昔の人の年齢ってわかんないね,そうですね今の人の見た目に合わせると60代ぐらい50代後半から60代半ばぐらいのそのぐらいの年代に見えるんだけど、うん、当時の人だといくつに当たるのかはわからないんだけどね、うん、そういう人がいてその人の影響をとっても受けているのかな。うん 会ったことは当然なないいじゃない時代が全然違うからさ、うん、でね、うん、その人の生き方に学ぶといいと思うんだよね、うん、その人、うん、これという特別な趣味は持たないんだけどとにかく美しいものが好きで、うん、美しい景色があったよと言われたら、うん、今度ちょっと長い休みが取れたら行ってみようかと、うん、そんなさ交通もさ ね、ちゃんとしてないような時期だけどもそういうふうに思うようなあとはなんかこうちょっと散歩がしたりなんかしてる時に綺麗なもの見つけるとこうホクホクと嬉しくなったりとかあとは子供とか相手するのも割と好きでなんかすごい貧乏そうな子たちが何人か集まってこう砂利がいっぱいみたいな道のところでね棒きれ で地面に字みたいな回答を教えてあげてたりとかそういうことをしてた人なのでもねなんかなんかの不正かなんかに巻き込まれてはめられたのかぬ,ぬれぎぬ着せられたのか辛い思いをすごくしてるのよねでもなんか恨まずにいたんだよねなんかそういうのがすごく分かるようなぐらい見えてるのその人の生き方に学ぶといいんだよね誰かさ 歴史関係のドラマとか本とかでさそういう人物像の人がいたらこんな人だったのかもしれないなその人はと思って読んだりすると<ー>親しみが湧いたりしてその人のなんかね人物像から何か自分がヒントを得られたりとかするんじゃないのかな<ー>、うん、有名ではないんじゃないかしらね,ね<ー>ただ役人って感じの人で。 特に大きなことを成し遂げたっていう感じでもないし、うん、翡いさんが書き込みでち,あちなみにまだ無職ですあらまじゃあら、ま、ではちょっと参考にしてみてうんくださいおん？個人的にテンション上げるためならという「ウェルカムトゥ e ザジャングル」というカバー曲がお気に入りだったりしますかおお聞いてみる聞いてみましょうか おこれ私が見たやつかもしれないない, <laughs> いいぞなんか。 すごい,すごいめちゃくちゃ素晴らしいですねそうだ放送中だった、うん、<laughs> なんかすげえすげえとこ言っちゃった翡翠、うん、さんは美しいものは結構好きで数時間ドライブ型にあちこち行ったりしてるので何が足りないかを見定めて取り入れられるように意識してみたいと思いますうん、うん、多分足りないとかじゃだけじゃなくて何が多いって可能性もあるから<ー>両方のちょっと注意をしてみた方が、うん 過ぎてももだし足りなくてもダメじゃんあと和弘さんがメールしました「長いので飛ばしてもらっても」ですっておお<ー>、まあ、みんな本番中にさメールを送るのがだんだん流行ってきたりしてえっ、ー、とね <laughs> 翡翠さんのメールが途中ですので、うん、続き読んでからにしましょうそうしましょうえ続き読みます、うん、さて話は変わり、うん、私の友人にも自律神経失調症の影響で低血圧になり 生活に支障がが出るほどのの症状の人がいます。わ<お>その人は結構大雑把な印象を受ける行動をしますが、うん、実際はとても神経質で気にしなくていいことまでため込んでしまい、うん、自ら内側から自分を壊してしまっているような感じですなんか自分との共通をどこか感じるような気がするその人のために調べたというと、うん、副産物的な感じですが深呼吸はとてもいいらしいです ああこれあの猫の耳の,あの自律神経の,あの話ですかねちょっと先に読んじゃいますけど、うん、方法ですが、うん、全ての悪いものを吐き出すイメージで、うん、全ての空気を吐き出して3秒ほどそのままでいる、うん、<laughs> <laughs> やってますその後きれいな空気を吸い込む気持ちで鼻から空気を吸い込みますいっぱいまで吸い込んだら5秒ほど止めてから息を吐き出します やってます、先生あとはこれを5回ほど繰り返しますな <laughs> なって <laughs> 後で後でやろう分かったあまりやりすぎてもダメらしいコメントがありましたので注意が必要ですけど分かった5回だね何かの役に立ったら嬉しいですきっと役に立つもしよろしかったらですが友人へのアドバイスなどございましたらお願いします私が欲しいうですか <laughs> そうだよね本名こういう名前だそうなんですけど 妄想が膨らみすぎて苦しむタイプ。の人ななんだよね多分妄想がら膨らみすぎて、うん、苦しむタイプ、うん、なんかこうね想像力が、うん、なんかねいいことを期待してダメだった時のがっかりが嫌だみたいな感じに、うん、悪い方を考えといてよかったらラッキーっていう思考回路をな,なぜか身につけてしまったんだよね多分。うん、だから、うん、そ,そういうスタイルでずっときたのがなぜか。 体調が悪くなったからなのか環境がちょっとそうさせてしまうのかわかんないけど、うん、悪く考える癖の方ばっかり強く出てきちゃって、うん、それがなんとなく本当にそういう風になるんじゃないかという予感のような気がしてきちゃって悪循環を起こしてるって感じなんだよね、うんうん、だからそこのところを怒、うん、らないかもしれない心配をしてるだけなんだって自分で気がつけばいいんだよね。うんうん ななかなか気づくの難しいよねだって私もなんか似たようなことをよくやって自滅していくからどうやったらとか私が知りたいよって感じぐらいなんだけどそう多分怒らないかもしれない心配をしてるだけなんだって怒ってからし,してもいい心配なんだっていうな何て言うの怒ってからすればいいんじゃないかな心配はみたいに自分の気持ちでこう。 なんとか持ってけるように自分のその悪く考えたことについて、うん、今心配しなくてもいいんじゃないかというフォローをなんか入れるような癖をつけるようにすると、うんうん、ちょっとずつ良くなっていくんじゃないのかな,なるほど時間はかかるだろうけどやっぱさ思いい癖って簡単に変えられないじゃん翡翠、うん、さんがやんわりそれを伝えようとしていますけど難しいんですよね。 そうここれはね<に>本人が気づかかななきゃダメなことだからすでにじゃあそう同じ似たようなことを言ってるんですかね。だからね何かこう心配しすぎている時に「うん、心配しすぎだよ」って言われても全然実感湧かないからさ、うん、あの本当に心配しすぎだったんだなってことを。 気がつけるような思考回路を何か植え付けるきっかけができればいいんだよね。うん、なかなかそれが見つけられなくて私の場合も頭で分かってんだけどっていう感じだから人が何かかか言ってあげるとか結構難しいいんじゃないかなだからなんかね似たような感じの人たちと一緒に話す機会が持てたらいいんじゃないかな。心配しすぎる自分を笑っちゃおうぐらいな感じで。 みんなでその心配しすぎる自分っていうのを共有するっていうかさ同じ穴の無事な的な人たちの集まりに参加できればなんかちょっと見方変わるか言ってあげるよりも自分が心配しすぎてこんなになっちゃったよみたいな失敗談を話してあげるとか。 そういういねちょっとしたことちょっとしたことっていうのを何度も何度も繰り返すうちにちょっとずつ修正されたりして、うん、私もそうかもしれないみたいなさうじゃあですねカズーさんはあのちょっと前に生放送の書き込みで先生がアドバイスをあげたんですね確か。そうだっけあの仕事について そ,っかそれについてのなんかお返事みたいですね、えー、その節明どうもどうも <laughs> こんばんはご結婚おめでとうございますありがとうございますさて年末にツイキャスでメッセージを読んでもらったカズーですうんカズヒロだったかなビジネスパートナーからの一方的な破談の要請信じられないと先生に相談絶対大丈夫と分かってくれるとおっしゃっていただきました無理でしたあらまあ しかしビジネスのチャレンジは諦められず探しました結果、うん、日本でナンバーワンと思っていた人との関係は破談になり、うん、世界でナンバーワンの人と出会えパートナーとしてそして弟子入りしていますおよかったね諦めずに違うアプローチに前向きに行動できたのも背中を押してくれたお二方のメッセージでした、うん、その領域では日本で初めてのサービスになります、うん、法人化し 展開していきます、うん、詳細は後ほど、うん、ネガティブなマイナス思考にとらわれ裁判にもと考え、うん、弁護士にも相談したりしていましたがすべて受け入れ踏み出せました感謝しています、うん、ありがとうでした取り急ぎこちらもご報告までというメールですね。偉いね、うん、やっぱりさ気持ちを切り替えてさ、うん、一生懸命やったってところがきっとさ良かったんだね。うん、うんうん すすごいですねナンバーワン、うん、日本でナンバーワンが今度は世界でナンバーワンつかさ逆にダメになってよかったじゃんという感じですねいつまでもその人とつるんでたらさその道開かなかったかもしれないの、うんうん、よかったじゃん書いてね,す,ねすごいね日本で初めてのそ,その領域ではサービスって何でしょうねね楽しみだね、うん、あと翡翠さんが書く訓で昨夜部屋の外で猫が見えない何かと喧嘩してたけど 空気が狐さんがいる時の空気だったので何を遊んでいるんだろうって思ったら微笑ましくなってみたりしましたですっああ<ー>、うん、そうか狐さんとのコミュニケーションのお話です猫、うん、パンチ食らわしてたのかな、うん、じゃあですね、うん、次のメール読みたいと思いますありがとうございますこれはですねワクテカアステカさんですね<ん>ワクテカアステカさんですねありがとうございます <laughs> この方いつもね、歴史のなんかリクエストくれる方ですね。おおそうなのか。困ってるぞ。困ってるぞって。誰ですか歴史のリクエストなんかしやがってみたいな。ありがとうございます。いつも若々しい龍ンさん。後ろ姿の綺麗な招き猫さん。え、なんで後ろ姿知ってんだあのね。 カメラで一瞬だけ後ろ姿が映ったことがあったってう,うわでかいケツとかがそういうほら話題が前出たことあったじゃないですかうん,んかそうなのかのうわでかいケツとかが、うん、え、でもリュウ全然若々しくないよねもう年からだってデンジ言ってるもんね、うん、そうですねうんうとにかくもう年を感じますよなんかねえ,え後ろ姿の写真は足がとっても綺麗でしたそれはなんか別の人じゃないのどうなんでしょうところで 私は今つくづく感じることがあります、うん、それは人の得意不得意です不得意についてです、うん、私はそれまで運動などなんかしない子だったのに、うん、何とかしなければと考えたのでしょう、うん、中学生になって陸上部に入りました、うん、陸上部はどこの学校も大抵練習がきつい部活で、うん、私もあえてそれを承知で入部したのです もともと体力が人より弱く体も小さかった私は人についていくのが精一杯で、うん、1>, 1年ぐらいでただの苦痛状態になったのにだらだらと続けました、うん、今思えば自分に合わないのに無理をしていたのだと思います、うん、そういうことを思い出すと増えてなことを無理にせずもっと自分の得意なことを伸ばせればよかったと感じます、うん、でも今の教育は苦手なことは良くないことだという風潮があり 私もそれにつられて苦手な運動を何とかしようと考えたのでしょう、うん、確かに義務教育の学科など教養として必要なことは苦手をなくすことが大事だと思います、うん、しかしそうでないことは不得意上等ぐらいで好きなこと得意なことを伸ばせばよいのではないでしょうか、うん、けれど部活で背は伸びたしその間は全く風邪をひかなくなったしまあまあ充実してたことまで考えると 一概に間違ってばかかりとは言えないのかもしれません、うん、結局結論は出ませんでしたうんどうでしょうやっぱり合わないのはきつかったけども、うん、いい点もあったっていう感じなんだろうね、うん、こういうの結論とかって出すのも必要なのかどうかよくわからないうん、うん、だってさ結果的にこういう点は良かったなとかこういう点はダメだったなとか、うん、やっぱりさ 何か一つの事柄でもいろんな面が影響を受けたりするから結論って多分出せないよねうんね翡<え>翠さんが「得意不得意はあるけど結果は別か」と「苦手」とか「得意」は別として楽しめるかどうかと、うんうん、結果は別として楽しめるかどうかがまず大事だそうだねあとですね、うんえー モヘンジョダロとか古代遺跡なんかのことについて長々と書いてあるんですけど「うん、あのムー大陸とアトランティック大陸に関してぜひ言及してほしいのが、うん、インドのモヘンジョダロとハラッパーです」うん、まあこれはそのムー大陸とかアトランティック大陸とかその会を今度設けて、うん、その時にでも楽しみうんやりたいですね、うん、あとと歴史の謎といえば うん、ローマ帝国滅亡を招いたゲルマン民族の大移動を学校で習われたと思いますうんそうなの、うん、ゲルマン民族の大移動は実はロシアあたりにいたフン族という遊牧民が大挙してゲルマン人たちのいた中部ヨーロッパに押し寄せてきたために起きた出来事ですなんか頭クロクロしてきたよって言ってですね、うん、フン族についてのことがまた長々と書いてあるんですけど、うん、これなんかも歴史の謎とかフン族だとか、うんうん まあヨーロッパの古代史とかそういう時にこれ読の改めてなんかですねもう歴史的なだけで2月1が先に来てくる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 とりあえずあのこれはそのテーマをいつかやった時に読みたいと思いますのですい、うん、さん書き込みでちょっと話は違うかもですが「うん、天才と凡人の違いは同じ結果を出すために必要な時間が短いか長いかの違い天才でも練習や訓練をしないと凡人以下だと思います」 あじゃあ私は本当は今気が付いてない天才の種を持ってるんだけど訓練とかしてないから盆栽以下なんだうんそうかもしれないですよそうだそれでいいやそれでいいやってことにしようんかさ翡翠さんすごくいいこといっぱい言うよねうんそうですねうんんかちょっと気持ちが救われてきたような気がするうん だんだん何のための番組かわかんなくなってきた <laughs> <laughs> みんな招き猫を助けようみたいな <laughs> <laughs> 招き猫エイドみたいな、うん、そうだそれだじゃあですね、うん、次はニャタロウさんですねニャタロウさんありがとうございます招き猫先生龍ュ様こんにちははこんにゃはは,ゃは,はあっという間に二月ですねうんもう四月だねもう4月ですか節分には豆まきや恵方巻きなどはなさいましたでしょうかしなかったしなかったですね今年はうん、うん も春も過ぎ新たなる年が始まりました、うん、さて今年は関東はすごい大雪ですねうん日本全国的には雪は多いようですが、うん、特に関東はすごいことになってますそうだったねうん、うん、何十年ぶりかの大雪記録的な大雪だそうですそうなんだってね、うん、雪はなんだか雨とはまた違って周りのものをすべて吸収して浄化しているように感じます、うん すべてがリセットされるような、うん、招き猫先生はどのように感じられますか私もそんな感じ実際にそういう効果あるんですかねあると思う気持ちいいもん関東地方は記録的な大雪ですが小泉八雲氏の著した怪談、えー、雪女の物語はなんと東京のお話だったというのはご存知でしょうか、うん、当時東京の大久保にあった小泉家で奉公していた東京府 西多摩郡調布村現在の青梅市南部多摩川沿い出身の親子、うん、お花と宗八とされるから聞いた話が元になっているそうです、うん、雪女のお話は日本各地にありますが小泉八雲氏の雪女は東京の話だったんですね、うん、青梅市は東京の西にあり当時の東京は今よりも雪も多かったのではないでしょうか、うん 春までもうすぐですが山間四温寒暖の差がありまだまだ雪が降る予報も出ておりますのでくれぐれもお体大事になさいますように、うん、という命令でございましたありがとうございます、うん、なんかもうすでに雪っていう懐かしい気がしますねでもなんかさまたさ、うん、ちょっと涼しくなっちゃってっていうか寒くなってきちゃったからさ、うん あれだねそんな遠かった気もしなくなってきた芦杉、うん、さんが「雪国の地方には逆に雪女の話はなかったりしますね」ですってそうなんだ、うん、へえどこにでも点在してて、うん、雪国なんかあるのかと、うん、形を変えていろいろあるのかと思ってますけどね、うんまあ、次の名誉読みたいと思いますうん、えー、ネクターさんですねこれはネクターさんありがとうございます リュウケンさんんん猫先生ここににはははこんにゃは,は寒い日が続き昨日は10年に一度といわれる大雪でしたがいかがお過ごしでしょうかさてお願いがあります、うん、偉人シリーズで宮沢賢治を取り上げてほしいのです私もね、うん、この間すんごい気になったのあ宮沢賢治がうんなんででしょうなんでかわからないそれで作品読んでみようと思ったけどあまりにいっぱいあるじゃない、うん、なんかくじけちゃってああ なんで気になったのかももう今となっては分かんなくなっちゃったの<ー>でもなん,かなんかすごいタイミングいいのかもそうですね僕も宮沢賢治はファンですよ結構半年ぐらい前にも気になったんだよね、うん、じゃあですね、うん、宮沢賢治についてこう結構バーッと書いてあるんですけどこれも宮沢賢治についての回で読みますかうん聞かううちやろう、うん、ちなみに、うん、宮沢賢治の回で取り上げてほしいのが、うん、共感覚になんですって ああ前になんか共感覚ってか言葉出てきたねでなんか宮崎賢治は共感覚の持ち主だったらしくて、うんうん、そこら辺のことも含めて話し合ってほしいみたいなことを書いてますね、うんうん、そういえば宮崎賢治ってなぜか2月とかになると気になってくるの、うん、1>, 1月とか 2>, 2月とか1月ああ 1>、うん、なんででしょうねなんでなのかわからないでもなんか特に2月ぐらいとかが気になるのかなあと、うん、夏ぐらいになってくるとまた気になりだすのうん なんか周期的に気になりだすのあっ生野さんが生涯女性を知らなかった人ですね、はああ知りたくなかったのかなどうなっちゃう機会がなかったんですかねどっちなんだろうね、うん、別に知りたくないお方だったのか、うん、縁がなかったのか分かんないけど翡翠、うん、さんが宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」をモデルにした SL 復活イベントがありましたねおーおー、そうそうなんかねいろいろ話だけしか知らないんだよね、えー あとりゃンとさんが共感覚興味ありますハンコさんの絵も公開ですかってどういう意味ですかハンコさんの絵はなんか綺麗だから公開しようっつってなんか話題が変わるまで出してたんだよね今それに変えたらまたみんな見れるんじゃないハンコさんいいって言うよね、うん、そうじゃないですかダメだなんて言わないよねでね綺麗、うんねね、でしょ綺麗でしょってうん綺麗ですねうん綺麗じゃあですね最後のメール読みたいと思います、うん えー、これマナ、ま、ちゃんですね。まなちゃんさんありがとうございます竜犬さん猫先生あけましておめでとうございますおめでとうございます年越し生放送は聞けませんでしたが今聞いていますうーんありがとうございますと,とうとう結婚しましままたかおめでとととうううございます。とうとうって何ですかとうとうってまあ僕の予想通りではありましたがすごい予想よりはちょっと早かったという感じです えな,なんでさ、うん、なんかそんな気がしてたとか言う人もいてさなんでみんなそんな鋭いのそう,そうですねすごいね本人たち分かってなかったのに、うん、まあ竜賢さんが幸せになることは納得いきませんが猫先生には幸せになってほしいと思います何それ冗談ですハハ <laughs> さんきっと猫先生に毎日いじめられているのでしょう想像できますあそれはその通りだえそうですかあそうですうん まあいずれにしても今年もよろしくお願いします。P.S. マナちゃん血液型診断からするとお二人はよく合います。そうなの？よくある組み合わせです。以上ですって。よくある組み合わせ？ア <laughs> <laughs> リアントさんが、うん、過去放送でハンコさんが宮沢賢治の作品をモチーフに描いた絵をお二人に送っていたかと雰囲気が出ていると言っていました。ああありましたっけ？はい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 。そうね。じゃあそれを探して。 まじゃあ,あるのかなその絵かえ前になんか見してもらったじゃんあそうか,うかすごい綺麗な絵だったよ、うん、私アハンコさんの絵好きだから覚えてるもんじゃあですね、うん、そういうわけでマ、うん、イクの耳のコーナーニャーこのいつものにゃーって、うん、音声調節結構ね手間なんですよね分かったもう一回にゃー <laughs> 先生 じゃあですねハンコさんですねハンコさんありがとうございますまずふわふわの蒸しパンほうほうほう来ましたね、うん、調査継続中ですあらコンビニよりもパン屋さんとかにある可能性が高いかもしれないですね、うん、え二番えラジオネームの由来、うん、私ハンコは,は苗字に女子っぽい子をつけただけの思いつきラジオネームですでねえねえ知ってる 枕なし睡眠法って健康にいいらしいですよそうなの私買っちゃったじゃん枕、うん、そうそう昨日枕買いましたばかりですよね嫌だ買っちゃったよ、えー、枕が体に合ってないと色々支障が出るみたいですが、うん、枕なしだと体の歪みがなくなり血行が良くなることで美容や健康に良い,いや育毛にも良いなど良いことが多いらしいですよ そうなのか。ハンコは最近枕なし睡眠で快眠です。おお。時々枕が恋しくなりますか。あでも私さ枕クあってないような薄さだよね割と。あ結構薄いですね。ペタンペタンだもんね。うん。次ネクターさんですね。ネクターさんありがとうございます。さて猫先生ご所望のふわふわ蒸しパンです。うん。昔からあるものとしては山崎の蒸しパンや黒糖風呂炊でしょうか。 何それってあるんですかねそういうのがあるの、うん、えちょっと調べて検索してもらってかんかすげえ食いたくなったよーふわふわー間違えたやべよだれ垂れてきた <laughs> あこれです、ね、今さよだれじゅるってすすったの入っちゃったかなあーこれおいしいよねでもこれなんとなくもちもち感がね出てきてんだよねふうくえだってふうくれですねうん 最近食べたやつは若干モチッとしてたよこれこれですかうん<ー>最近っつってももうこれなんですか結構の頃とかよく食べましたよねうん、うん、なんかスーパー行った時に買ってさ、うん、何ヶ月か前食べたんだけど、うんうん、そんなねモチモチ部分は続かないと思いますよえでも結構長いよ、うん 長いですよねちょっと長すすすぎまよねどうのちょっと今続かないと思うとか言っといて続いてほしくないという希望的感想が入っちゃってるそうかやっぱりまた蒸しパンのイメージとはちょっと違うのですがパンケーキ風蒸しパンの神戸屋のスチームパンケーキはふわふわで甘くて美味しいですよスチームパンケーキ神戸屋他にまた見つけたらメールしますありがとうございます神戸屋スチームパンケーキって検索してみよううん あんかすごいおなかすいてきたんかすごい今ねなんかちょっと<ー>なんか気持ちが折れそうになってきたなんですかおなかいてきておなかいてるですかうん私さほらおなかいてくるとだんだんさ気持ちがへこん,んできてさ性格も悪くなってくるゃんでもね先生楽ですよもう残りはだって 猫の耳ですからああもうでもダメだなんかすげーお腹すいてきた <laughs> 大丈夫ですかなんかもうね人生全部悲観しそう続きまた後日にしますいや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 やっぱりそうですかうんでもお腹すいたお腹なりそうでほらスチームパンケーキってこれですっておー私こういうの好きうんこれなんかよくみ見,見る気がしますねこれなんか見た目ねなんかでも見た目はも若干もっちりが入ってそうに見えるけど違うのかなうんどうなんでしょう買ってみよう、うん じゃ次のメールうたーさんですねウタピーさんありがとうございますえラジオネームの由来うた、ん、ーの由来は、うん、マナニアン家族ウリピータヌピーの頭文字を借り,りましたうん気に入ってますあそうり、うん、とタヌの「う」と「た」で「ピー」なんですねうん、うんうん、次りさんりさん 私のラジオネーム悟りは文字通り悟りを開きたいという気持ちがありましたなるほど普段は煩悩の塊のように生きていますが最初にお便りを出させていただいた頃としましてはそのような気持ちでしたうんところで、うん、昔話に悟りという話があります。 これは山の中に住んでいる1つ目の怪物で人の気持ちを悟ってしまうというところから名前が付けられています、うん、昔話としてもいろいろなパターンがありますが、うん、一番多いのは山の中で木こりが木を切っていると、うん、悟りが近づいてきて自分を食べようと観察してくる、うん は思っててていいるることを全て言い当てられるので、うん、最後には観念して何も考えずにひたすら木を切り続けていると、うん、斧で切っていた木の破片が飛んでたまたま悟りの目に当たり悟りを驚かせて追い返すことができたという話です、うん、私はこの物語は人間が何かを悟る時の過程について悟りという怪物を通して描いているように思います、うん、本当に自分の見える世界を違う次元に上げたいのであるならば 良くも悪くも何も考えず指針や恐れが一切なくなるくらいひたすら打ち込むしかないのかもしれません、うん、それが自分の周りにある悪質なものや障害を取り払う道ということを意味しているのかもしれないと最近は思っています、うん、<の>素晴らしいね、うん、この昔の話知ってます知ってるよいい話ですよね、うん、えっと次がですねにヤタロウさんですね、うん、にヤタロウさんありがとうなんでさうんが入ったの<ん>にヤタロウってなんで演歌調だったの 花粉症の季節になりましたねマネキネコ先生、龍ュ様そんな季節いかがお過ごしでしょうか花粉症として過ごしていますさて、うん、花粉症に効くというこんな壺がございましたこんな壺芸香というツボです、うん、場所は両小鼻の付け根にあるくぼんだところにありますそこですね鼻詰まり等で匂いがかぎ取れない時に押すと嗅覚が戻るというツボだそうです、うん 鼻水や鼻づまりや花粉症対策としていかがでしょうか。気持ちいいと感じるくらいの力で押すのが良いみたいです。<は>うん、気持ちいい。気持ちいい。え、え <laughs>、ね、これは。両方いっぺんに押すの?はい。うん、両方、まあ、別に片方。片方,ずつ片方だと押しにくくないですか?。うん。うん、両方いっぺん?うん。そうですね。気持ちいいと思うぐらいで。うん。<laughs> ほらないくつ数えて話すとかはないのうんそういうの書いてないですねまあなんか鼻水が染み出ていたね。ま <laughs> 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 だって今さ、うん、両脇から鼻を押さえた鼻水染み出てくる状態だもんね、うんうん、続けます「うん、人間の体は不思議ですね」うん「肩こりや不眠症に効くツボが足にあったり、うん、内臓のツボが手にあったり、うん、足の裏には 裏や耳には体のそれぞれに対応したツボがあったり、うん、体には経絡があり気が流れていたり、うん、チャクラと言われるエネルギーの出入りする場所があったり、うん、体を取り巻くオーラと呼ばれるものがあったり、うん、古代の人々は分かっていたのでしょう招き猫先生はこうしたものが見えたりいたしますでしょうか招き猫先生のお感じになる世界のお話よろしくお願い申し上げます」です先生、うん、人間の体の脈とかそういうの見えまするんですよね 調子が悪いと見える時あるねあとやたら元気のいい人の気の流れみたいのも見える時あるね、うん、私のほら前マッサージしてくれてなんかここがすぐ凝ってるんですけどって言ってそのマッサージしてもらったらなんかこうたどっていってこっから来てるなみたいな感じでそこう元から立ってくれたりとかしてよくわかるなと思って、うん、体はつながってるからたどなんとなくこの筋をたどると、うん ここだーみたいなわ分かるよね、うん、すごいですよね健康な人の平常時の時はあまりわかんないかな,など,どっかに歪みがあったり、あのー、滞ってたり調子悪かったりみたいな、うん、たあとはものすごい調子良かったりみたいなうん、うん、じゃあですね、うん、ちょっと書き込み読みたいと思います、うん、最後に筆い、うんえー、さん、うん、ホットケーキがふんわりするなら普通に円形に片面を焼いた後 半径の真ん中あたりに一筋に丸く生地を流してからひっくり返して焼くとふんわりと熱く焼けるらしいですねおお<ー>あとりゃンとさんが、うん、私のラジオネームの由来は、うん、相方くんかっこダーリンの名前を中国人に発音してもらい気に入ったからですこれ最初の方で教えてもらったよね,、うん、ね覚えてるもん、うん、ねえねえさっき言ったこと聞かないの<ん>どんなことですかカテゴリーの話だよ あ、そうだそうだあの。猫の耳のコーナーですね。うん。猫の耳のコーナーでは。では、にゃー <laughs> い,つもでいつもですね、うん。お話をしてくださる招き猫さんに皆様の方から何かを教えちゃおうというコーナーです。うん、ねえ、でもなんかだんだんそれおかしくなってきたよ。どうして最近みんなから教わってんじゃん。だからそれが、ね、猫の耳のコーナーじゃないですかコーナー外でもこうやって書いてくれて、ーーそうなのかばっかり私言ってる気がする。 もうな,なんか私教えること何もないみたいな感じになってきてるじゃん <laughs> いやそうそうですかうん、うん、まあそれはそれでいいんじゃないですか<お>その合間合間になんかほら教えない,いないなおさもうさ方向性をそろそろ変えた方がいいかもしんなくな、ね、い <laughs>、うん、とにかく猫、ね、の身のコーナーは皆様から招き猫さんにいろいろ教えちゃおうというコーナーです、うん。他の前提がどうあれ このコーナーはそうなんですね他もそうかもしれないけど、うん、このコーナーもそうです、うん <laughs> はい、それで毎回お題がありまして「うんえー、万年テーマ」ということで「うん、ねえねえ知ってるまる。〇〇うん、ふわふわの虫パン情報はもうちょっと欲しいですかそりゃあもうさ、うん、私が「これよ!」って滝涙を流すぐらい感激する日まで欲しいよ <laughs> そうですか、うんうん、あと これ新しく今日聞きたかったのが、うん、毎回ツイキャスで生放送してるんですけど、うん、ツイキャスに配信カテゴリーみたいなのがあるんですね。うん、<laughs> このカテゴリーは何にしたらよいかっていうのが、うん、さっきですねマネクランス相談したんだけどなかなか決まらなくてですね、うん、これ何でしょう「仲良し趣味中継」もしはい質問これなんて読むの わかんないとつまちって何でこまちとつまちちって何ですかあスカイプ通話のことはあーそうなんだんへえじゃあこれはポチッとなの手の形だったり違うか <laughs> うーん通話待ちかはあ<ー>、うん、んかいろいろあるんですねエツイキャストはそれに使うんですか 待ち合わへえー、じゃあ,あのこの「ツイキャス」のカテゴリー配信カテゴリーは何がいいかいこれってみんな見れるのかなだってこれ,これで検索してみんなツイキャス見るわけですからそうかそうかそうか、うん、ちょっと見たい何があるのかカテゴリーうんこれこれですねだから顔出しこれは違うでも女子キャスとか男子キャスど,どう,うね JCJK ってあ女子中学生と女子高生か。 お姉さんメイク、うん、あこれがいいんじゃない誰か構って <laughs> でも女子だけだったらうあそ,うそうか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 女子と男子に分かれてんだね、うん、じゃ女子と男子は外さないとそうなんですよねおかとかあればいいのにねねお,お釜とかだから男女とかねあったらうんうん歌ってみたあ歌ってみた、うん、あ踊ってみたじゃあ踊ってずっとシルエットでやってれば 踊ってみたの分類にも入れられるの？<laughs> わかんないですけど、<laughs> ちょっとそれがメインじゃないじゃないですか。ああ<ー>、うん、仲良しってのは何に？友達同士でやってるよーてるみたいな。仲良しでこれカップルっていうのはどうなんですか？カップル。うんまあ、えなんかちょっと茶楽さえかやめよう。茶楽さえですよね。うんうん、趣味だとこれは完全に取りにも合わないですよね。 あ、じゃあ毎回ハンコさんにお絵かきをお願いしてもらって、うん、<laughs> お絵かきってのはどうだからそれメインじゃないんじゃないもうだここはさニャハハのいいとこで「たりき本願」でいこうよ <laughs> 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 声まねものまねあそうさっきこれにしようとしたんだよね<う>ねっ翡いさんが雑談とかが無難かもですか雑談どこにあるんですかどこ雑談あるのあるるのの どこどこどこうんな,な,なくないですか雑談ってへえー、あたたちの目が節穴なのか <laughs> 声真似ものまねやって何の「もの,の声真似のものまねもうできないですよあちょっと待って声真似ものまねだから声真似をしてる人のものまねどういう意味ですか あインベーダーゲーダゲムのできますよだってさうちの子の同級生がさ、うん、千秋直美っつったらコロッケかなんかが真似をしている千秋直美しか知らないって言ったよ、うん、で千秋、ま、<の>直美の真似とか言いながら、うん、コロッケが真似してる千秋直美、うん、あ千秋直美の真似をしてるコロッケの真似をしてたもん、うん、あなんかちょっと翡翠さんがツッコミ入れてる感じなんですけどな、うん、うん、でしょう

おでもさ分かる人ってさ <laughs> 同世代だよねそうですかうんあ,あなんか,かちょっとカテゴリー「たり基本願」って方向に谷木本願って方がいいんですね作れないのかな、うんまあ、そういうことで、えー、お相手はリュウケンと「招き猫」でしたそれでは皆さんまた次回この地球のどっかでお会いいたしましょうまた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 この番組は占いポーータルサイトトクレッセントムーンと リディオ市の提供でお送りいたしました。